はい、皆さんこんばんは。というわけで、はい、新年明けましておめでとうございます。おめでとうございます。明けおめっす軽い店長軽い、だいぶ軽いです。はい、明けましておめでとうございます、はい、ね、本日ね、今年初めての神戸中央スロット館からの放送でございますけれども、はい、はい、ね、明けおめということでね、コメントで、はい、今年もよろしくお願いします。よろしくお願いします。ということでね、はい、本日ですけれどもね、はい、まず店長の方から新年のご挨拶を。あれ、そんな台本にない、台本にない話を、はい、考え出ましたね、さっき。そういえば台本にない話を、いや、はい、全く考えてないんですけど全く何も考えてなかったんですけど、はい、いや、なんかもうコメントすでにいただいているようでして、はい、はい、有馬記念で撃沈したはい、難しいですね。そうですね、難しかったですね、はい、いろいろとね、はい、2015年も神戸中央スロット館をどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。お願いします。はい、東さんの方からも一言。僕からですか。はい、はい、今年も飛躍の年にしたいということなんで、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、普通か超普通か。真面目、真面目。 めっちゃ簡単に流しましたけども。いえいえ、はい、というわけで店長、はい、本日は告知。告知の方ですね。はい、そうですね、まあ、まずはやっぱあれですよね、明日4日、あさって5日、あさって6日、4、5、6日お絶対来ていただきたいのと、はいはい、その後に関しましては7日お休みいただきまして、7日お休み、8日ですね、はい、はい、もうこちら出てるんですけどね、はい、続いて、はい、はい、こちらサラリーマン金太郎、はい、はい、15台導入となります。15台、はい、そうですね、来ましたね、はい、僕も金太郎世代なんでね。あ、ちょうどね、サラリーマンなめんじゃねえって書いてますからね、これ。名セリフですね。サラリーマンのうんうんなめんじゃねえですね。はい。大丈夫ですね。ちょっと新年ですけど大丈夫ですか今の。大丈夫ですか今。新年だけにね。新年だけに。今度か。大丈夫ですか。何も言ってない。いや、ちょっと待って。勘ぐりすぎですよ。違いますって。これはダメですって今。勘ぐりすぎです。店長今日酔ってないですね。大丈夫ですよ。酒入ってないですね。そうですよ。新年のめでたい席なんで。はい。ぶっ飛びましたね。こんな僕にね。はい。パチスロ肛門邪魔勝つということで、はい、はい、勝つを入れられた私が8台導入いたしまして、こちらに関しては、ね、肛門邪魔もなんかもう、はい、そっちにしか聞こえないですからね。もう何を言うのかそれは東さん勘ぐりそうよね。はい、ちょっと肛門邪魔に関しましては19日ですね、はい、月曜日稼働開始になりますので。あ、19日ですね。はい、はい、はい、プラスちょっと5円スロットの方にも信頼入ります。パチスロ三国志ですね。なんと、はい、こちらの方も入りますので。なるほど、はい、ぜひとも入るということでね。はい、はい、まあ、ぜひとも4、5、6日と、はい、8日の寝台でかいですね。はい、はい、ぜひとも神戸中央とかに来ていただけたらと、はい、思います、ね、思いますのと、はい、と、なんと、そしてね、はい、まあ、私らからのお年玉トークといたしまして、ね、お年玉トークといたしまして、落としてしまいました。ついに私たちのシールが、おー、できた。年始一発目に届きました。はい、店長ちょっとこちらに来て、大きい形で見せていただいてよろしいですか。はい、あー、ちゃんとほら、来ました。あ、ごめんなさい、ちょっとこんなもんですか。はい、大丈夫ですかね。映ってます、これですかね。あ、ちょっと引いていただいた方が、こうですかね。はい、ハード森ってちゃんと書いてますね。はい、あー、すごい。あー、ちょっとぼやけてますから大丈夫かな。ぼやけてます、はい、大丈夫ですか。一応ビックリマンで言うたらヘラクライストと一緒の色ですよ。、はい、いわゆるキラシールというやつですね。そうですね、緑の。さん、僕ですか。の主任も、はい、クライストということで、はい、いやー、ついに、はい、ちょっとね、おー、できたで。あ、ほんまや。東さんはちょっとね、ちょっとね、顔極限まででかく言うたのに、あんまり僕のと顔の差が変わらないっていうね。そうなんですよ。あ、まあ、注文やったんですか、顔でかくっていうのは。はい、そうです。はい、あ、なるほど。はい、うん、あ、ネオジオが書かれてないじゃないかっていう。なんでそこでね、ハード店長のハードネタに来るのかどうか分かんないですけど、はい、ネオジオですか。しかもあくまでもネオジオらしいです。はい、はい、というわけでありがとうございます。フェイスオブアズマス。あ、オッケーオッケーオッケー。フェイスオブアズマス、はい、あ、でも可愛らしくね、ね、え、はい、デフォルメしていただいて。なるほど、発注してから5ヶ月やっとできましたんで。あ、もうね、シール欲しい欲しいっていう。あ、本当ですか。ありがとうございます。たくさんたくさん流れてきておりますんでね、ぜひとも来ていただきて、はい、はい、シールちょうだいと言っていただけたらお渡ししますので、うん、なるほど、はい、ぜひね、ハード店長と東主任が欲しいと言ってお渡しをすると。ただ、まあ、ちょっと数に限りがございまして。あらら、まあ、梅北とかもそうだったみたいなんですけど、はいはい、すぐなくなってしまうともう再発注が効かないので。ああ、なるほど。ちょっとそうですね、限定品ですからね。方に関しましては、できれば早く取りに来ていただきたいのと、はい、まあ、来ていただいたお客様に関しましてはお一人様各1枚、うん、そうですね、ちょっと、ね、はい、5枚とかちょうだいとかいうのはごめんなさいということになりますので、ね、
はい、はい、その辺はご了承いただければ。いや、これは辻本店長のシールよりも早くさばけそうです。いやー、これはさばけんじゃないか。これよりもですね、これはね、うん、まだ残ってますからね。え、まだ残ってるんですか。まだ残ってます。すごいっすね。はい、まだ大量に残ってるみたいですね、はい、マジですか、はい、いやそれよりもね、アズマシールの方が早くなくなるんじゃないかなと思いますので、ありがとうございます、はい、ぜひぜひね、皆さんね、この神戸町に来ていただいて、はい、シールをゲットして、はい、ね、楽しく遊んでいただいて、そうですね、帰っていただくという形でね、そうですね、ぜひよろしくお願いをいたしね。お願いします。横浜からこれは取るもらいに行かない。マジですか。ありがとうございます。コメントも来てますよ。ねね、はい、ぜひぜひ皆さんね。ああ、なるほど、オークションでいくらつけたかとかね。いやー、ちょっと恥ずかしいですね、それは。そうですね、オークション、ね、ウェスカーシールがちなみにオークションにかけられてまして、マジですか。いくらだと思います。1円返しの12円ぐらいでしょ、1200円やった、はい、誰か入札してるんですか。下見たいですよ。それ普通のスーパーデュースぐらいの金額ついてるじゃないですか。間違えて買われたんじゃないかとね。本家、そうですよね。本家びっくりマンの値段、こんな見たことないって言うけど、まがい品ですか。そうですね、確かに。ちょっとね、ヤフオクもチェックしないとな。そうですね、ドキドキしながら、ね、毎日あのチェックをするといったら、ね、はい、ぜひぜひどうぞよろしくお願いします。クレーですよね、はい、いや本当にあの皆さんね、神戸町来ていただければと思いますんで、はい、よろしくお願いいたします、はいはい、そして本日ですが、はい、新年一発目やる気は何でしょう、はい、なんとシー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 マスターですね。あー、食べた食べた。アズマさん、今日なんかよく見たら、あのよく雑誌の後ろのクリニック関係のカップみたいな。こういう感じですか。はい、あのやめてください、あんまりやると、あのもろにもろに関係なんでね、はい、いやいや、別に、はい、あ、大丈夫、深い意味はないですね、これ深い意味じゃない、ね、はい、こういうやつですね。よくね、あの CM とかで、CM じゃない、あのね、広告とかで、そうですね、よくね、はい、上の方までかぶってるんですね。いますね、いますね、いますね、横に、横にいますから、先週に引き続きね、ちょっとこう、そう、先週に引き続き、いや、違うんですよ、聞いてくださいよ、はい、どうぞどうぞ、はい、あれなんですよ、松浦さんがね、はい、来ないんで、もうこうなったら、ゲスパー神戸がね、なるほど、じゃあ、この番組、乗っ取ってやろうかと、ゲスパー神戸、乗っ取ってやろうかと、年春が、はい、なんと、なんと、また京都なんだ、まだ京都に行っている、そうなんですよ、出た出た、しかも今日はレディーボーイなしの一人なんです、そうなんです、やりたい放題、やりたい放題じゃないですか。なるほど、はい、やっぱ店長書きに行きましょうか、これに。またガタガタガタですね、はい、コメント打ちに行って、そうですね、はい、まだ金曜の夜にね、まあ明日も来たくなっちゃう TV って言って、そうですね、そちらの方でも、なるほどなるほど、はい、ぜひぜひね、対応しますんで、はい、よろしくお願いします、はい、あ、年春ね、京都で楽しそうにやってたよっていうコメントも、あ、なるほど、早速またニヤついてるんでしょうね、多分ね、そうですね、多分終わってからもまた好き放題やってると思うんでね、はい、ね、こっちでも言いたい放題ですね、じゃあもう、そうですね、はい、もう本当に途中でコメントぶっ込んでいいと思いますけどね、コメントぶっ込んだらってコメントきますね、昨日コメントしたのっていうコメント来てますけど、昨日ですか、はい、いや、そうなんですよ、僕最近ね、コメントしてないのにね、はい、松浦さんに文句言いたかったことがまだもう一件あるんですよ。あ、そう、どうぞどうぞ。なんかね、はい、年春に寿司みたいなコメントがあって、ほう、ば、全く僕入れてないのに、はい、あ、刺激森店長、こんなところでコメント入れないでくださいよって、やめてくださいね、流されたんですね、間違いなく、なんかね、なんか勝手に一人で盛り上がってて、あ、いいとばっちりですね、あ、とばっちりもええとこですね、はい、でもそれは見てたんですね、見てたんです、見てたんです、見てたんです、いやね、エンデックの番組見ていただいてありがとうございますね、毎度毎度たまたま見始めたらそのコメント出て、はい、ねえ、ほんまに、はい、多分大東店の放送やったと思うんですけど、ね、ああ、そうですね、確かあのさ、暮れの放送ですよね、そうですね、ほんまに、そう、来てました、来てました、ありがとうございます、絶対森店長ですよとかって言ってましたもんね、はい、言ってましたよね、はい、あ、ハード店長昨日来てたってね、コメント見てたのかよってね、見てたんだってね、コメント来てますけどね、はい、昨日は見てないですね、本当に、ああ、そうなんですか、はい、あ、相変わらず見てるのはハード店長ってことでね、はい、はい、さあというわけで、はい、実践の方いきたいと思います、行きましょうか、で、まあビンゴの説明もしつつ、はい、ちょっと本日はルール若干いろいろとね、考えてますんで、あら、はい、新年のルール変更いきましたか、やるほどですね、はい、新年にちょっとちなんだことをやろうかなと思ってますんで、はい、はい、ぜひね、あの席の方座っていただいてよろしくお願いします。ご店長どっちがいいですか、どっちですか、どっちでもいいよ、今日は分かんないです、僕もどっちでもいいよ、じゃあこっちで今日は分かんないです、いつも通り、ね、今日は分かんない、今日は分かんないですからね、じゃあまた仕込んでんのか、そう、怖いですね、先週のあの、いやー、結構それで負けましたからね、東さん、そうですね、お客様にね、常連のお客様見てるんですけど、はい、
言われたんですよ。言われたんですか。あれほんまにロクやったんみたいな言われて、ね、いや確認したそうなんですよって言ったら、いや店長すごいなって言われたんですけど、逆にお前何してんねんって言われて。コメントくれた人じゃないんですか。いや本当にわざわざ聞いていただきましてありがとうございます。ありがとうございます。じゃあハート店長、あずまさん、あずましにね、こちらの方、あのカメラ、こちらの方、よろしくお願いします。はい、こちらの方ということでね。はい、本日はね、山沢さんからね、出た、大きい大きい大きい。お互いに主張してますね。はい。はい、パシトシーマスターララ旅立ちのプレビューですね。こちらの方実践していきますんで、どうぞよろしくお願いします。お願いします。お願いします。じゃあというわけで実践スタートという前にちょっとビンゴの紹介だけしていきますね。音の大きさ大丈夫ですかね、東さん。これ大丈夫ですかね。もう一回回してみます。ちょっと大丈夫ですか。うっせえですね、これ。でかいですね。山沢さんはどうでしたっけね、これ。あ、すみません、あのさっきビンゴの方ね、ちょっと説明させていただいて、音量調整してますんでね。はい、こんな形になってます。真ん中のところにフリード、まあほぼ AT は当選するかと思いますけれども、AT 当選が真ん中にございまして、ラッシュ系が上下左右といった形ですね。左の方に500万円オーバー、そして、AT の上乗せ特化といった形ですね。こちらの方が C マスターラッシュ系ですね。あとトライドスラスアーマーメイドアタックと。はい、で一番上の究極 VR パックに関しては、SP という形になっております。そしてポセイドンゲートという、ね、自力解除ゾーンございますので、こちらに当選した場合は種類によってそれぞれ、まあ、ビンゴのところが空いていくといった形になってますので、ね、まあ、もっと若干大きいですか。やっぱでかいですね。大きいですね。2でもでかいですね。1でいきましょうか。しましょうか。じゃあすいません、これで音量の1でね、よろしく。はい、さあ、行きましょうか。はい、早速なんかザーついてますけどね。これ今日ちなみに設定はお二人とも同じですか。いやと思うんですけどね。はいはい、思いますね。JP さん、今日は2人に内緒仕込みありですかって言って、それはないです、はい、本日に限ってはあの先週のような出来事はございませんので安心して、ね、いやいや、先週のコメント見させていただきましたけど、はい、途中からもうなんか設定1だけどカッコみたいなコメントばっかりだったじゃないですかいや、あれはもうあのテロップで流してたんでみんな分かってたんですよ。いやー、ひどいあの店長には秘密でということでね。お、はい、なんかラッキールーレット、ラッキールーレット来ましたね。イエーイ。お、エビ、ほら、なんかボタン赤いみたいな感じなんですかね、これ。プッシュになってますね。タモさん。お、補正のゲーム来ましたね。あ、自力解除ゾーンいきなり当選しましたか。来ましたね。はい。というわけで、今回の補正ゾーンゲートは、ビンゴですね。はい。これ、一番あの期待値が小さい形になりますので。あ、なるほど。はい。一番、まあ、当選もしやすいんですが、一番期待値も、低いというゾーンになってます。はい、いきなりポテトンリンゴの入所、リンゴの方ですね、角が1です、はい、液晶だけでいいっていうね、コメントを打ちます。確かにちょっとね、リールの方が結構特殊な感じになってますけれどもね、はい、さあどうでしょう。というわけで本日もね、コメントの大丈夫、聞こえてますかね、声の方ね。大丈夫です。大丈夫ですか。はい、はい、はいと思いますんでね、よろしくお願いしますね。リールがそんなにでかいなってコメントをしてますけど、はい、あ、茂木店長、アクマ主任、エンデックの皆さん、清めですってね、明けましておめでとうございます。おめでとうございます。今年もよろしくお願いします。お、リーチ、お、リーチしましたか。熱が届けばね、OK という形になるんですけどね。あ、ね、ニート主任、ハード店長、前々さん、ダディ、こんばんは。はい、こんばんは、いらっしゃいませ、こんばんは。はい、というわけでね、本日私たち JP がメイン MC という形でやらせていただきます。よろしくお願いします。あ、シールもらいに行くだけでもいいですかというコメント来てますけれども。あ、全然もちろんね。はい、ぜひぜひ遊びに来てください。よろしくお願いします。あ、久しぶりに札幌から見に来ましたというコメント来ますね。ありがとうございます。ありがとうございます。ダメだ、ダメでした。ダメでしたか。お、お、泣きの1回、どうだ。何、泣きの1回、そんなのあるの。お、
パトレオンフィッシュ。パトレオンフィッシュ。なんか星三つですけどね。はい。なんだこれは。わが、え？辞書に不可能の文字を。はい。あー早い。早い。早い。先週と打って変わって。はい。今度はね。早い。さんの方はい。いただきました。いただきました。AT 突然ですね。はい。はい。シーマスターラッシュでございまーす。いきまーす。まあまあまあ尻下がりのあれですからね。尻下がりがダメです。尻下がりの東さんなんで、ね、まあそうですね、はい、早ければ早いだけいつもダメですからね僕もうねあのこっから上乗せがね大事になってきますんで、ね、そうです ね、はい、いろいろと国家ゾーンがねたくさんあるということで見ていただければと思いますけれどもね、はい、あこの台は面白そうですかというコメントが来ますけれども、まあ打ったばっかりでねコメントを、そうですね、僕もこれ初打ちで周りのテンポあんま見ないですからね、そうなんです、意外と導入が少なかったかなというところもあるんですね、そうですね、あ東さん当たりおめでとうとかね、ありがとうございます。はい、明けましておめでとうございます。はい、今年も素敵な放送期待してますのでね、ありがとうございます。頑張ります。はい、頑張ります。さあ顔のカット今入ってますんでね。はい。店長これ四号機時代は打たれてたんですか、シーマスター？シーマスターは僕打ってないですね。あ、打ってない。だいぶとね四号機の中でも前のね種類というか入りますんでね。そうですね、結構古いですからね、テトラリールの。はい。あ、演出みたいから。画面大きくして、じゃあちょっと画面アップっていう形にしましょうか。いきますか。はい。やばい、リールはあれなんですかね。あの、多分ね、7を揃えて、あの、揃えろっていうあれが出ない限りはメインリールほとんど使わないですから。なるほど。はい。こんなもんでいいですかね、皆さん。どうですか。え、さあ、お、どうしました。大丈夫ですか。ああ直営店で先行導入されてやたら人気高かったらしいねっていうねコメント、岡山の方です、そうですね、岡山の山下さんの直営店というのがねございまして、はい、こちらの方でロケテストというかねやってらっしゃることが多いんで、さあ道場の方も演出発生しますかね、チャンスですね、お、これね仲間がだんだん増えていくと、あの前選手がドローン円幕と非常に似てまして、はい、あのレア役の降格っていうのがあるんですけれども、はい、そして、まあ、内部的なんですよね、それの行くのがその仲間が多くなればなるほどあのいいというパターンになってますね、なるほど、はい、あこれは松浦さんに嬉しい目押し不要機なんですかっていうね、おっとラッキーレット来ましたね、私も来ました、あーハーグ店長の方も来ましたよ、さあ、赤いボタンですよ。お、赤いボタン。ポセイドンゲート来ました。さあ、ポセイドンゲートどれに行きますかね。あ、テトラの方ですね。はい。これがね、昔懐かしの演出になってますね。あの、出るやつですね。そうです。テトラリールと言いましてね、昔あったんですけれども、山田さんの4号機ですね。ほう。そちらを、ちょっとイメージしたような形になってます。はい。ちなみにこの、あの、ポセイドンゲートテトラですけれども、その最中は押し順は自由らしいですね、あの指示が出ない限りは、ですのでいわゆるこういうあの4号機のね、あなるほど、はい、これを模した形で古臭い感じで、そうですそうです、これは結構ねオールドファンにとっては感類の出来というか、ちなみにあの右一番右のテトラリールを逆回転するとチャンスアップになってます、ダディ明けおめですよね、あ刺激店、うん、長有馬は残念でしたねってねコメント、いやー残の面でしたねちょっと ね誰も当たらなかったんちゃいます、あれは、ね、誰も当たらなかったという ね、 うね、はい、悲しいちょっとオチがつきました、ね、ジェンティが優勝しましたもんね、そうですね、ジェンティの女本命されては見なかったんですけどね、この中ではね、そうですね、はい、さあどうだ店長の方も一応これ中ぐらいの期待度なんですけどもね、これの上にさらにあのジャッジメントというやつがありましてね、ポセイドンゲートジャッジメント、はい、こちらの方が、当選が非常にしやすいという自力解除ゾーンになってますね、あ2位としてにイケメンコンテスト優勝できそうですかというコメント来ますけども、あ何でしたっけ、あの昨日ですね、はい、松崎茂店長、山田店長があの社内訪問ってきまして、なるほど、やってました、はい、KIM ですね、はい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 、コーナーイケメン の、 あのエントリーシートみたいなのを ね、 なるほどね見せていただいたんですが、なんと神戸中央のねイケメン、いえいえいえ東さんもエントリーされてるということで、あららら、なんと、はい、ちょっとねふざけた写真送っちゃったんだよね、あのそうそう、ちなみに
あのすごいコメント来てたんが後ろの人誰みたいな後ろなんか映ってるぞと。あ、そうなんですか。パッと見たらね、森店長がさーっと背後にカットインしてまして、それは店長2人でコンビで応募されたということでよろしいですか。いやー、まあ優勝したら僕のおかげやと。そう、まあどっちに転んでもまあ店長のせいにしようかなと思ってるんですけど。あー、なるほどね、はい。ちなみに東さんのね、手にはなんとあのジョジョの石仮面も持ってるという。そうなんですよ。ちょっと神戸中央のファンにはニヤッとするような、なるほど写真でした。なるほど、ね、うちの店長はスタンドやっていう感じで送りましたからね。ちょうど後ろにいるような感じで。そうですそうです。面白かったですけどね。いや、東さんこんな方一番やなってコメント結構ありましたよね。あ、マジですか。はい、あ、あれあれですね、社員さんの投票になるんですか。スタッフ、まあ、全スタッフですね。全スタッフね、投票していただく。ただたまたまあれですけどね、はい、まあ、アルバイトの方が参加してなかったっていうぐらいですか。なるほど。そうですね。じゃあ、あのニコ生出演されてる店舗さんだったらね、その寝屋川南の西田さんとかね、ウーエーさんとか、そうですね、あの森口だったらチャラセラさんですかね。そうですね、とかノミネートされてましたけどね。いや、そうそう、多分イケメンが来てますね。まあでも本当にね、悩ましいところですけどね。あー、終わっちゃった。あー、残念。逆回転したのに最後に、まあ一応ね、チャンスは一番最後あれなるのかな。はい、途中とかで逆ですと結構熱いパターンになるみたいですけどね。あー、残念ところで。さあ、イケメン、じゃあどうですか、本当優勝の自信っていうのは何パーぐらい。いや、別にどっちでもいいんですけどね別になんか楽しんでやってるぐらいなんで。なるほど、ガチじゃないと、はい、そうですね。ただ私のガチコメントを言いますと、はい、従業員の多い店舗が有利やということぐらいですね。あ、なるほど組織票が入る。そうですね。なるほど ね、 まあでもちなみに本社の細川さんだったり、あの営業 の、 高橋さんとかね、はい、いろいろエントリーもされてましたんで。そうですね、はい、まあ、スタッフさんだけじゃないって感じですね。そうですね、はい、ガチで。一応あれですね、また、はい、会社説明会の時とか見てみたいですけどね。まあ、そうですね、社内法またね、はい、お見せしたいなと思いますので、はい、よろしくお願いします。エンデックイケメン4人組も人気投票しないんですか。絶対に票そのものが集まらない気もするんですけどね。まあ、どんぐりの背比べみたいな感じですかね。あ、仮に毎々第二票ですかって込んできますけど。本当にね、最後のエンディングでちょっとちらっと見せてもらったんですけども、はいはい、いや、私中にちょっとエントリーされてないんですけど、はい、やっぱり池澤店長。やっぱりか、ね、やっぱりか。いや、で、猿顔の人好きなんですよ。関東にメール出してこいよ。そうですね、蒲田にメール出してきますやっぱり池澤店長ですね。はい、川田店、池澤智則に教えてください名前わらわらわらって、ね、池澤店長を知って、もう相変わらず変わらないですかね。いや、もうね、クールさは面白いですね放送中のね。ちょっとね、めっちゃクールですからね。はい、そうですね、普段はそんなことないんですけどね猿顔わらわらってね、これできますけど。あー、明けましておめでとうございます。東さん、今年一発のキラ星やっとくってこんできますけど、ね、いやー、まだ早いでしょ。早い、あー、ちょっと早いですか、でも、ね、そろそろ誰かこのどっちかの2人やりだしますよいやー、JP さんもうやってるんちゃうんですか。いや、全然まだやってないですか。今の出し惜しみ今年はしていこうかなって思ってね、東さんみたいに。本当ですか。ちょっとね、価値を高めようかなというのを考えてますなんか年末は僕コメントしてないのに、なんか視聴者の方からの平星やってましたよ見たらそこでバラすのやめていただきます。さっきちょっとね、JP さん生きてやるべね生きる言うな生きにちびってるわけですねそうです、そうです。あきましておめでとうございますね。おめでとうございます。はい、京都金杯予想しながら今年の抱負をする配信ですか、これはっていうコメントしますけど。あ、ね、そうですね、ビンゴですね。これね、また2時間ね終わってエンディング終わってからまたちょっとやろうかなと思いますよね。はい、あ、店長放送見すぎやろってね、コメントしますね。いや、ほんまにいや、ほんまにいろいろ言ってはるんですね。はい、ありがとうございます。本当エンデックのね番組見ていただいて、ね、本当にありがとうございます。はい、どこ舐めるの、サラリーマンの舐めんじゃねえ、わらわらってね、こう言ってますけどほらサラリーマンのとは言ってないですけど、サラリーマンの、舐めんじゃねえ。いや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 さらに伏せ人選でよろしい、ね、うん、昨日に続いて下ネタ、わらわら昨日に続いていや、昨日もちょっとどぎつい、ね、下ネタばっかりだった。なるほど、そうですか。ね、ジューシーハニー売ったんですけど。あ、なるほど、そうなんですよ、もう、まあ、元ネタは元ネタじゃないですか。そうですね、そうですね、そうそうそう、っていうのもありまして、そこで盛り上がりましたね。そうなんです、話に花が咲いたらしいです野郎同士で。そうですよ、コメント800件ぐらいで800件そのネタですか。脂肪が多かったですね、かなりあ、ね、ダディの問題はキラボシって言われてますけど、僕のもんじゃなくて、発祥は東さんですからね、これはね。
ねえ、ほんまに分かんないもんすよね。ほんまに最初ちょっとね照れながらやってたのに、もう最近なんか開花したのか分かんないですけどねえ、開花って何やろ。もう花開いた、花開いた感じですかね。はい、はい、あ、2位と一緒に私服はシャレオツですね、さすがーってことで、ね、ありがとうございます。おしゃれですね。ありがとうございます。あ、お二人のシール欲しいってことでね。まあ、それじゃなくてネオジオが書かれてないじゃないかね。ネオジオ、ネオジオ、ね、絵似てるねって言われてますよ。実際出来上がってきてお二人どうでした、シール見てみて。まあまあそうですね、まあ、元の画像は送っていただいてたので、あ、はいはい、大体こんなもんかなって分かってた感じですね。そうですね、そうですね、あの顔をもっと大きくっていうね。そうなんですよ。それがちょっと残念なところなんですけどね。まあ、はみ出るぐらいでよかったんですけどね。シールいっぱいのね。そう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 。まあ、なんかね、各店舗もあの着々とシール作成してるみたいで、まあ、あの火曜日もね、そうです、大都店さんもね、そうそうそう、まあ、木曜日もあの主任シールができるというふうにおっしゃってましたので、まあ、金曜日も作るというふうにねおっしゃってましたので、はい、ぜひ皆さんね、お店の方に来て、ね、ね、もらっていただいて遊戯していただければと思いますので、はい、よろしくお願いします。お願いします、うん、新しいネタ作ったら東主任ってね、キラボシに代わる新しいネタ何か作る予定でないんですか、東さん。え、何ですか。聞いてなかった。つい今なんかセクシー女優が出てきたんでちょっと。こらこら。あ、なんか絵柄大きいってね、ちょっとチャンスパターンありましたね。結構ね、ざわついてましたからね。さあ、この方行くのか。ブレット。ブレドンゲート行きましたが、これは。青ですね。青の。お、赤になりましたね。来ましたか。ビンゴ。あ、ビンゴですね。またかよ。いや、でも先ほどこれで解除しましたね。そうですね。はい。あ、東さん暑いってね、この時ますの。ちょっとあね、今ちょうどビンゴの方行きましたね。あ、エンデックのリストバンドも欲しいなというね、この時ますね。あ、シリコンバンドですね。はい、森口のね、前の放送で一応あのスカイプ放送っていうのをさせていただきまして、はい、まあ、視聴者参加型というんでね、まあ、それに参加していただいた方は一応エンデックからシリコンバンドプレゼントっていうふうにさせていただいたんですが、はい、そうなんですね。はい、なかなかね、そういう機会じゃないとちょっとプレゼントもできませんので、はい、まあ、一番はね、やっぱり配信店舗さん来ていただいて、そうですね、当日来ていただいて、そうですね、我々にお声かけていただくのが一番ベストなんですけども、はい、我々リストバンドもね、持ち歩いておりますんで、ちょっと遠方の方に関してはちょっとあの脅威といいますか、あの、はい、検討させていただきますので、そうですね、はい、はい、もう少しお待ちいただけたらと思います。はい、よろしくお願いしますね。あ、はい、兄弟って言いに行けない場合はどうすればいいのってね、コメント見てますけどね。まあ、枚数にね、限りがあるのでね、ちょっと難しいかもしれないですけど。そうですね、はい、あ、ね、横浜がこれもらいに行かなければね、コメントですね。あ、えらいよくやった、決まったって言ってね、コメント来ますけどね、あれか、ね、東さん、あ、ビンゴ、あ、ビンゴ来ましたか。おお、ビンゴ、早い早い。いやー、のっけから飛ばしてますね。いい感じですね。はい、再び AT タルンさあ、ウォームチャレンジですね、ここから来ました、花咲ガニさん。さあ、これで光るとさらに上乗せという形ですね。可愛くねーなー。おー、花咲いた。さあ、プラス20、うん、プラス20、お見事お見事。可愛くないし乗せ方も微妙やな、あんまり。おうおう、ディスっていくスタイル。さあ、シーマスラスですね。はい、ネビさん、これ今日ちなみにビンゴごとになんか罰ゲームあるんですか。そうなんです、実は。なんだって最後にまとめてやるんですが、ちょっと待ってくださいね、私のカメラ、私のカメラ、怖いわ。ですね、本日はあのこういう筆ペンを用意いたしました。筆ペン、はい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 、いや、皆さんね、分かるかと思いますけれども、よくね、ありますよね、羽根付きとかね、羽根付きとかでやったら、そっちっすか。はい、今日はね、痛いとか辛いとかそういうもんじゃないです。なるほど、はい、といった形でこちらのね、ペン用意、筆ペン用意してますんで、勝った方が、いわゆるリードの分だけですね、ワンビンゴであれば1箇所、ツービングであれば2箇所といった形で落書きをしていただきます。なるほど、はい、それでくすぐるんじゃないんですね。くすぐるんじゃないですね。そういう筆じゃないんでね、そういうプレーでもないんでね、チブをなんかくすぐるとかそういうのじゃない。ほらほら、東さん、それはもう裸になった JP さんにやってください。まあ、その辺はお任せします。あれですよ、お盆持ってきて前隠せばいいんですね。お盆って赤踏んでいいですよ。もう完全にあれじゃないですか、タムケンじゃないですか。はい、チブを現れた。フェイスアートですね、うまいこと言いますね。なるほど、フェイスアートですね、はい、
ね、私のお稲荷さんじゃないのかっていう ね、 このねそれって確保のセンスも問われるじゃないですか。これはね、センスも逆に問われますけどね。ねえ、ほんまに裸の JP のくすぐりってガチでありそうって言われたんですよ。ガチでありそう。それは大人のお店行ってもらってね。そうですね、はい、そういう趣味ないからな、これ。あ、ビンゴなしだった場合も考えようってことで、そうですね。ビンゴなしだったらどうしましょうかね、これね。そんなところ予想しなくていいんですけどね。確かになかなかでもね、ちょっと入りづらい、今回、上乗せ特化ゾーンっていうのを4つぐらい入れてますんで、ビンゴの中に。ちょっとしたらありえる可能性もありますけどね。ああ、ビンゴなしだと JP が乳首をくすぐるわって感じですね。誰が得するんですか、これは。PKB ね。僕は乳首くすぐらいの。おっと、ちょっと待ってきた。取れましたかな。おぉ、さらに上乗せですね。プラス10。やりますな。じゃあ、ちょっとマンタ。マンタなわけですね。マンタ。はい。あ、マンタだけに。ふざけんな、この台。いや、引き分けとなしだったら、はい、JP さんが描かれるんですか。描かれる描かれるか、はい、描かれる。ああ、わかりました。それは甘んじて受けましょう、ね、いやー、JP さんのキャンバスにキャンバス描きますか。いや、広そうですね、キャンバス、ねはい、キャンバスって聞いた瞬間に、あずまさんが完全に下向いてましたけど大丈夫ですか。いやいや、なかなか芸術性の高さもね。はい、はい。ああ、ショット店長、西さん、桜井さん、舞妓さん、こんばんは。全員間違ってますけどね。はい、いや、名前も私間違ってないよ。あ、本名は言ってんじゃん。はい、じゃあ、打つのやめて雑談しようって、ね。それはやめてください。もう雑談みたいなもんですけどね。ああ、4号機のシーマスも影ないな。ああ、ありますよ。テトラ画面になってるね。先ほどね、店長の方が、ポセイドンゲートのね、テトラ行きましたからね。はい。はい、ああレビオーサーって、それも間違いなく大東店のね、まっちゃんしてるんですね。はい。ああ、松浦さんは京都の浮気頼もしくて仕方がないってさっき言ってたよってね、こう聞きましたね。なるほど。許せないよ。いや、多分向こうはね、スタッフさんに女性の方いらっしゃるんですよ。そうなんですか。二十歳そこそこの。それが多分嬉しいんじゃないですかね。はい、間違いなく嬉しいと思いますね。そうですね。松浦さんごと京都を破壊してあげましょう。あ、来た、フリーザさん来た。フリーザさん来た。怖い怖い。さすがさすが。私のテイクボールですよ。一発でしょうね。一発ですよね。あ、ダディギラ星見せてってね、こう言ってますけど、なかなか今日はね、できないと思うんですよ。こちらカメラがないんで渋りますね。はい、渋っていきますよ、こちらね。2部でいっぱいやってくれるんじゃないですか。あ、今日は究極 V アタック引いたら終了ですかとか、これ一応ね、スペシャルという形になってますんでね。はい、これを引けば、まあ、2ビング、そうですね、はい、2ビング追加という形になりますんでね。なかなかその究極 V アタックって上乗せもね、引きにくいとか相当な確率らしいんでね、ぜひ見せていただければと思います。見せたいですね。はい、というか今日こそあるじゃないですか。僕なんか仕込まれてないですか、これ。いや大丈夫ですよ、仕込んでません。今日は大丈夫です。大丈夫です。もう疑心暗鬼になってますけど、ね、先週のねことはありますからね。疑心暗鬼こと入ってますよ。プラシーボ効果っすよ。なるほどね、そう思ったらあかんみたいな。そうです。思った方にやっぱ傾いちゃうんでね。あ、なるほど、はい、思ってはいけないと。そうですよ。なるほど、6ね、6ってさ、このね、上の方やと思い込んでるから、あれだけ選手は出たとね。そうそうそうね。はい、あ、JP さんで罰ゲームを喜んで受けるよね。喜んではない気がしますけどね。はい、JP のキャンパスは放送に載せていいもんなんか、確かにそう思いますね。放送に載ったら間違いなく、なんですかね、バンになりそうな気がします。まあ、危ないと思ったら皆さんがパソコン閉じていただいて。そうですね。そうですね。そうそうそう。自己管理ということで。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ね、はい。あ、松浦さんに今日米しましたっていうね、さすが放送中ですんでね、コメントはできない形になってますけどもね。はい、こちらの方から、ね、こっちの状況をね、向こうに発信してくれたら嬉しいんですけどね。そうですね、こんなんなってるで、ね、そう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 、はい、あ、愛人の名前間違えたよね、松浦さんということでね。あのみのりんですかね。そうですね、あの人ね、はい、よう名前間違えるんですよ。そうですね、はい、めちゃくちゃっすね。そうそう、好き言う割にね、結構間違えるんですよね。そうそうそう、結構間違え、素で間違えますよね。そうそう、はい、それはもうね、仕方ないですね。あ、JP は新年早々大人の店行ったということでね、その余裕もございませんといった形で、私初落ちもまだ行ってないんでね、はい、昨日からお仕事でしたんで、はい、お二人はあれですか、お正月もずっとお仕事だったんですか、ね、店長も。はい、そうですね、
変ですからね、サービス業ね、大変なことあるかと思いますけど、ね、神戸中央もね、あの年末年始休まずに営業されてるということで、はい、そうですね、通常営業なんで、皆さんね、また遊びに来ていただきたいと思います。はい、ね、やってますからね、神戸中央、よろしくお願いします。お願いします。お願いします。今、キラッとね、カメラにね、目線を向けましたけどもね、はい、こっち側で閉じなあかんねんやってね。確かにそう言われますよ、めっちゃ面倒くさがられてるじゃないですか。さっても閉じてください。さあね、あ、こんばんは、初見ですよって、ね、ありがとうございます。ありがとうございます。この代で発表当初は批判が多かった気がするんだけど、客付きどうですかっていうコメントがあるんですけども、いやこの代で意外とですね、はい、見た目とは違って、はい、結構出玉性能がですね、はい、結構出ますね、サダマ性能。あ、はい、なるほどなるほど、結構な枚数いかれましたか。そうなんですよ、はい、ちなみにこの神戸中央さんは、はい、フィッシーマスターについては何台ですかね。今3台ですね。3台という形ですね。はい、シーマスターって純増どれくらいなんですか。 2.2 か3かどれくらいだったらと思うんですけども ね、 ね、はい、さあね、前々大人の店に行ったの、行ったのか、前回大人の店に行ったのか聞くのかと思った、ね、多分それあの JP さんが大人の店行ったの。あ、 JP さん大事。いやガチでね、 JP さんがお正月どうしてたかっていうのをツイッターで見ちゃったんでね。え、そうなんですか。はい、いやもう ね、 ね、実家に友帰りしたっていうね、おっしゃってました。なるほど、まあ、あの31にあの最後打ち納めしまして、はい、でそのまま年明けと同時に近うちのね、あの自宅の近所の神社へ行きまして、はいはい、あ、また新松さん来ましたね。でその後、まあ再び年明けてか札幌で行って、はい、で実家の方からなんか料理作ったので帰ってこへんのかみたいなのが急に来たですね。あの実家が大阪の南の方にあるんですけど、はい、こちらの方にあの2時間だけ滞在してとんぼ帰りをまた西宮帰ったって言って西宮帰ってきたんです。その日からお仕事といった形ですね。はい、あら引き戻した後で、そうですね、今シーマスターらしい引き戻しと、そうですね、ちなみにこれ1セットは50ゲームという形ですね。そうですね、はい、その後上乗せ等々で、まあ、出玉を増やしていくという形になっております。はい、店長の方がなかなかね、ちょっと行かないんですけれども、行かないですね。一応ね、あの通常ステージでも夜ですね、夜ステージに行けばだいぶチャンスアップという形になりますよね。はい、ネクスト、お、なんかネクストって言いましたね。どうかな、おう、ハテナ、ハテナ、あ、カンブリアステージいいですね、これ店長ステージです、ね、はい、ほう、まあ、大忙しの正月でそうだったんですね、私、はい、あの他方人のね話を聞いて、あのちょうどね某エムーラさんが裏でやってるね、あ、ね、なんて言ったやろ、前までの企画の動画は残念ながらちょっと上がってないんですよ、ダブルマックスさんに関しては、はい、はい、まあ、あの最近のやつだったら上がってると思いますんでね、はい、申し訳ないです。お願いします。風邪ひいたよ、ね、正月から3日間ずっと寝てるっていうことですね。かわいそうですね。大変ですよね、やっぱりですね。正月とかにね、せっかくの休み、体休めるとはいえ、風邪ひいちゃうとどこにも行けないんでね。そうですね。ビンビンじゃ来ましたよ。ビンビンですじゃ来ましたね。はい、やはりそこに反応しましたね、ほんま。バリバンですよ。ちゃんとそのセーフで止めるあたりがさすがハード店長。ね、清純派のハードですから。清純派ですから。はい、さあ、どうですか、これ演出的にはどうなんですかね。弱いかな。このフレコが今3メーターか。メーク最強って書いてますね。最強ですね。あー、ダメかな。あらー、通常ステージに戻りました。まあ、知り上がりなんでね。心配してないですけどね。はい。こっからさらに見せてくれるかなというふうに思いますんでね。はい。お二人はお雑煮とかおせち料理はお食べになられたんですか。いや全然ですね。そうですね、まあ、正月らしい食べ物は全くなくといった形で、そうですね、なるほど、お汁粉もできたらよかったですね、今日ね、水曲やからね。、はい、あのインスタントのやつですけど、そうですね、それも罰ゲームに使われそうなんでね、はい、昨日使いましたけどね。あ、なるほど、やっぱりか、黒酢が入るとちょっと嫌ですね。そうですね、あの温かいものにね、あの黒酢が入るともう鼻に抜けますんでね、相当きついかと思います。気悪いですね、それ。あ、そういえばまだ餅食べてないっていうね、コメント来てますけど、
正月太りのハードハードなんやなってコメントしますけど。ハードじゃなかったね。違いますよ。正月太りはないですよね。はい。今日福崎港で打ち染め行って60キコを奉納してきましたので、ね、あ、いいですね。またリベンジお願いします。リベンジもよろしくお願いします。はい、はい。ね、松浦さんってただの女好きなだけやんっていうね、コメントもね。はい、そうですね。はい、あ、女子高生なら喜ぶけど、コメントもね。あ、餅食べたいっていうね、コメントも来てますけど、正月らしいといえばね、まあ、餅のね、イベントとかあったりはしますけどね。はい。いやー、上乗せが全然ないっすね。これ大豆の形313枚でストップといった形ですかね。あ、皆さん何餅が好きですかというふうに言ってますけど、何餅いろいろ種類あると思う。 きなこであったり、つけるものであったりも変わりますよ ね、 すね、味については。いやー、僕何でも好きなんでね。もう特に好き嫌いもなく。そうですね、 おはぎときなこ餅あったら、はい、1個ずつ食べますよね。だから食べちゃう方ですね。そうですね、ついにそこに餅があれば、はい、そうですね、そこに餅があるからみたいな感じですよね。ちなみに東主任どうですか、餅ですか。はい、まあ、でもきなこ餅、うん、まあ、餅肌が好きですね、僕。あ、そっちの方ですか。はい、どうしても霜に持っていくんです。今のは霜じゃないやろ。いや、ギリでしょ、ギリ。あ、そっちかみたいな。レビーさん、はい、やつはね、はい、全部あれですよ、霜に言ってますよ。はい、やっぱり出だしからね。あ、インフルエンザで31回ずっと寝込んでる俺は一体。あら、なんか今の胃腸炎も流行ってるみたいでね。あ、そうです、喉みたいな感じもね。そうそう、流行ってるみたいな。本当に皆さん気をつけてくださいね。ケピさん、お餅好きなんですか。餅は好きです。あ、そうですか。はい、やっぱり東さんと一緒で餅肌がいいですかね。餅がないですけど、普通に餅バクバクしてますから、ね、おっ、金いきなり行きましょう。ダッシュ直撃行きましたね。ダッシュ直撃引きましたね。おかしいな、ね、ゲーム数の方が12ゲームですね。シーマスターラッシュ、そうですね、早い早い。あ、ね、こんばんは、アガー入りシルコで行きましょうっていう、ね、コメントも来ましたきついですよ、アガーは本当に。あれも鼻ってたらきついですからね。このソロは目押しいらないのということで、一切目押し不要いらないですね。ただ、まあ、順押しもしくは挟み撃ちという形でね、遊戯していただければと思いますね。今年の罰ゲームは新しいものは準備するんですかというふうに言ってますが、どうでしょうね。まあね、罰ゲームも結構いろいろやってきましたからね、うん、ネタ切れはネタ切れですけども、なかなか我々の考えるのがね、はい、大変というところもあるんですけど。そうですね、なんか面白いのあったらね、はい、こんなんやってほしいっていうのあったら、そうそうそう、ぜひリクエスト等々ね、はい、エンデックまでいただければと思います、はい、よろしくお願いします。まあ、黒酢インシルコが気候な風な正月感じますねというコメントするんですけどね気候な風ではない気がするんですけどね。はい、JP さん、無事故せずにお金運びましたかというか、本日は結構寒空の中、正月早々お米が切れまして、私はチャリンコでね、リュックで10キロの米を背負いながら、チャリンコを運転するというね、わけのわからんことをやってましたけどね。いや、大変でしたね。さっきの東さん の直撃は天国やったんちゃうかっていうコメントが。ああ、なるほど、はい、多分ループもあるんでしょうけどね。なるほど、天国とかね。ああ、大根おろしの餅美味しいよねってね。僕はそんな餅派かなと。豆餅が好きっていうね、いらっしゃいますね。私、みたらし派ですね。あ、みたらでも豆餅好きっすね。あ、豆餅、あ、豆餅、焼いて食べるお餅でしたら豆餅が好きです。ああ、なるほどね。ちょっと香ばしい感じがしてね、あれもまたいいですけどね。さあ、とか言ったらね、店長がまたカンブリア。そうなんですよ、店長入ってますけどね。ビンビンなやつじゃないですか。ああ、やっぱりビンビンじゃなかったんですよ。ちょチャンスで時代になりましたね。そういえばさ、昨日のイケメン決めるやつで、しげるは絶対に東はないなって言ってたよね。でしょうね。言ってました。言われてたんですか。別にいい、全然いいですけど。なんか悪意を感じますけどね。なるほどですね。はい。僕なんか森口で、はい、なんか結構なんかなんすかね、はい、辻元店長に言われたんですけど、はい、なんか東は別にええねんけど、はい、性格終わってるからなって言われて。お互い様じゃないの。そうですね。どっこいどっこい、ね、何をって言われたんか分かんないんですけど、なんか急に言われたんですよね。その終わってるはどの方面で終わってるのか分からない。分かんないんですよ、僕。あ、またビンビンでした、来ましたよ。それ人権侵害や言うて訴えたほうがいいですよね。急にね、なんか
そんな言われたんで、もうなんかみんなも聞いてて爆笑してましたからね。なんのこっちゃみたいな。でもなんかわかるみたいな。わかる。なんかわかるみたいな なってたんですよ。まあ辻元町大変やと思うんですけどね。ね、面白いですけどね。あの人も結構鬼畜っすからね。そうですね。だいぶ鬼畜ですね。ああ明日はどん兵衛のうどん配信ですかってコメントしますよね。いや明日は、はい、キキヨーグルトかなとか言ってます。キキヨーグルト。いや先週の日曜日結構きつかったんですよ。当然でしょ。どん兵衛 あの天そばですね、一応年越し前ということで年越しそば配信ということで、はいはいはい、12個を3人で食べるっていう企画やったんですよ。汁も全部飲むっていう、でそれだけやったらよかったんですけどね。ハンバーガーまで買ってきて、宮野店長が悪いって聞いた。そうなんですよ。それで相当あの本社に険悪な雰囲気だったらしいです。そうですね。はい、私もあの2つ丸々食べましたけど、結構きつかったですねあれで。ねえ、あ下じゃないけど持ち肌とかうまい返しだと思ったっていうね。そうなんか。明日はどん兵衛のうどん配信ですけど、これ違いますね。明日違います。朝違いますね。はい、明けおめですとね、明けましておめでございます。はい、あ天国だねって言ってますね。皆さんの初打ちはいかがでしたかって僕言ってますけども、まだなんですよ。まだ取れてない。お休みはね、まだ取れてませんもんね、店長。そうなんですよ。なるほどね。なんか初打ちしたい機種とか決めてるんですか？あー決めてないですね。まあ、今のところはまだ。まあでもこのまま行って金太郎導入されたら、あーなるほどね。確実に金太郎行きますね。なるほどなるほど。さすがに4号機金太郎世代としては。そうですね。行ってみたいところではありますね。はい。ちなみに、はい、ここ5号機のあのずっと船乗ってる金太郎も。ありましたね。人気はなかったですけどずっと売ってましたからね。ありましたね。そういえば、はい、ずっと船乗ってましたからね。東さんは僕1日にちょっとあの視察がてらに5000円だけ売って帰りましたね。5000円、はい、何売ったんですか？ゴスローで何売ったんですか？バジリスク。やっぱりバジリスク、はい、バジリスク、ね、あなるほど。大好きですね。そうですね。当たりなしといった形だと。ちょっとだけ当たったんですけどね、はい、まあまあ楽しんで帰ったぐらいです。なるほど、ね、満足して帰った。そうですね。いや JP さんもね初打ち明日行けるんじゃないですか？明日行けるかな。ちょっとまあその辺ちょっと自分の中で考えてるんですけど。JP さんね最近パトレイバーハマってるんでね。はい、パチンコのね、軌道競馬のパトレイバーですね。いつもあれですね、競馬とワンセットの日ですね。日曜日といえば。そうなんですよ。競馬とワンセットはねそれでちょっと迷うんですよね。あの馬の馬体重見てから行こうかなとかそういう感じで考えるんで、はい、あ正月は仕事してました。初島田です。009打ってみたいってね。あ009面白いですね。はい、結構ゲーム性面白いですからねあれもね、はい、あの罰ゲームでシュールストレミング見たいなっていうコメント来てるんですが、いやいやそれ臭いやっちゃうんすか。そうえげつなく臭いっていう、あのよくテレビでやってるあれはね、多分お店持っていくとお店の匂いがね残っちゃうんでね。お店に多大なる迷惑がかかるんで、うん、それは無理ですね。はい、ああ性格終わってるわろうなって人のこと言われへんやろ、ね、まあ彼女できないとことか性格終わってるからなって思ってますきついきつい察しられてますね。なんかああ罰ゲームは納豆かき混ぜて頭にぶっかけようって、ね、あと処理が相当大変ですからね。でもそれはね多分辻元店長はご褒美だと思うんですよ。あの納豆大好きなんで。あそうだね、はい、かけられるのはきついですね。確かに終わってるわらわら、まあ面白いから起きてってね、こんにちは。あ、つきたての餅にきな粉がつくですね、ってね、美味しいですね。うん、明けおめ初生、あの初気候とね、初コメントですってね、こんにちは。ありがとうございます。はい、明けましておめでとうございます。今年もね、よろしくお願いします。お願いします。太るための配信ね、どん兵衛とハンバーガーとか。いや、ほんときつかったですよ。皆さん、真似しないようにしてください。はい、真似しないようにね。相当炭水化物多いんでね。おっと揃ったぞ。ラッキーロレットね。なによう行きますわこれ。ちょっとほんまこれおかしくないっすか。ほんまおかしくないっすか。ちゃんとこの2台って言いましたよ。おかしいな、はい、さあおかしいですね。なんかアズマがなんか ね、アズマがなんか今日副主任に1000円渡してるような気がしたんですけど。マジっすか。何裏でやってんすか。どんだけ店長に勝ちたいんすか僕。先週の払いせ、そうそう、クレやっただけにね。はい、あ初打ちアレジンで4000枚でしたってね、すごいですね。すごいですね。結構重たい台なんですけどね、素晴らしいですね。決めてないってか、お前ら打たれたらどうしたって言われてね、この人なんですけど。
デブレット配信岩大切にねっていうところでね。あ、そうですね。あの後松浦さん本当にリバースしましたからね。そうですね、完全にあのアウトリバースリバースしてます。リバースしてます。リバースしましたか。はい、はい、顔真っ青になってました。お、召喚演出。さあさあどうだ。もうチャンスですか。あ、チャンスですね。召喚ですね。アンディアンディアンディ、これなんすか、フグ、フグですかね。なんですか。ハリセンボン。ハリセンボンじゃないですね。ハリセンボンマンボウでもないのかな。あーめっちゃチャンスあったからね。あ、普段通り金太郎わらわらってね、皆さん覚えてる方いらっしゃると思うんですけどね。初打ち梅北でやられてきました。静岡から行ったのにってことでね。いや、ありがとうございます。ありがとうございます。また、ね、ありがとうございます。じゃあ次神戸中央来てリベンジしてもらって、ね、はい、新大阪じゃなくてあえてそこはね、はい、新神戸まで来ていただいていただければと思います、はい、そうですね、よろしくお願いします。今松浦さんに新年の挨拶してきましたね。飛行難の放送見なくていいって言ってましたってね、コメント来ましたので、ぜひあの来週松浦来た時にポッツと見つけてください。あ、ビンゴまたまた、あ、これまた疑ってますよね。ねえ、おかしいですね。くっそ、松浦さん目ねえ、もう、はい、ね、またああいうこと裏で言うからね。そうそうそう、あの松浦さんね、僕が寝てる時見計らっていつも電話かけてくるんですよ。そうなんですか。ほんとにね、許せないですね。ちなみにそうなんですよ、事務所一緒にいたんですけどね、あの時寝てはったんです。はい、大体僕あれですね、その時間休憩中寝てる。中抜けでね。じゃあ言っときますんで。はい、お、さんまさん、さんまさんですよ、これ星4つですね。はい、さんまさん、リーチ、さんまさんなのにイノキっぽいっていう。足、足短。足短。これ完全にあれですよね、あの、イノキさんですよね。イノキさんですよね。まあ、まあ、まあ、2、3、3ですね。なるほどね。あ、プラス50乗りましたね。なかなか。はい、おめでとうございます。いやー、強い強い。いやー、いい感じですね。なかなか抜けないですね、これね。あとはペナったって感じですよ。今ペナりましたから、何気に。そうなんですよ、横見た瞬間にペナりました。これも東の心理作戦ですよ。そうですね。揺すぶってますね、かなり。煽ってますからね、僕は。だいぶ煽ってますね、これね。シュールストロビンが事故に事件になるからあかんってね、コメントしますね。あ、JP やめたけど、またパトレーバーで17やられるぞってね、コメントしますけど。まあ一応ね、負債は全て、はい、あ、まあね、去年の負債は返しましたんで、はい、大丈夫です。はい、あ、初打ち2万キロプラでしたってね、あの、プラスということで、おめでとうございます。おめでとうございます。いいですね。いいですね。いいっすね。新年勝つとなかなかね、1年いいことがありそうな気もしますからね。気候のアプリにいつ新しいシールがアップされますかということで、そうですね、画像壁紙ですかね、はい、あれ一応お願いしてるんで、はい、まだ年明け担当者が出勤すぎたらアップしてくれると思います。なるほど、なるほど。ぜひそちらの方ね、お楽しみ待っていただければと、ね、あの携帯にね、あの画像アップ、貼り付けっていうかね、できますんでね、それダウンロードしていただいたら。今あれか、ウェスカーとツジェルだけあるんでしたっけね、確か。そうですね。あと極悪店長と池田店長も、はい、そっかそっか、新しくできてますもんね。じゃあもしちょっとね、シール手元にこう取りに来れない方はそれでちょっとね、はい、携帯、ね、見ていただいて。そうですね、はい、はい、よろしくお願いします。あれ、こんなにビンゴするのすごいですね、ということで。ねえ、一番弱いんですけどね、ですよね、ビンゴに関してはね。まあ多分ずっと天国抜けてない形になるんでしょうけどもね。聞いていいのかどうか分かりませんが、こちらの設定は両方ともいい感じなのですかということで、両方ともいい感じなんですよね、これに関してはね。そうですね、はい、アゲアゲアッパーって言った形になってるんですが、ちょっと右と左でだいぶ対照的な感じになってますけれどもね。おかしいな。はい、今日はね、我々は別に手は加えてませんけどね。そうなんです、全くね、別に何か後ろに企んでと言った形ではございませんので、店長安心しておいてください、よろしくお願いします。はい、あ、店長眠たいよ、バイハード店長応援団っていうね、コメントが、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。最近ちょっとどんどん上手くなってるだんだん上手くなってきてるのが若干腹立つところですね。はい、さあ再びまた店長行きましたね、カンブリアですね。アズマの頭に雷落ちへんから、ほんとバシャーン言うて、はい、ほんま当たんないですね、店長の。そうですね、何回か前半してるんですけどもね。お互いの画面を見合うという展開になってますけどもね。はい、店長、しょっちゅうそんなのカンブリア宮殿行ってますよね。カンブリア宮殿テレビやね。これがね、一応あの全長ゾーンという形にはなるんですけどね。ですね。今のところは、まあ、発展しても
ね、さっきからこの人しか出ないですね。そうですね、同じパターンの演出しか出てないですね。あ、まだチクチク鬼合戦や。でも文字が水色なんでちょっと弱いパターンですね。赤色の煽りがあればだいぶ熱いかもしれない。やっと攻撃発動。しかもでかい、珍しく。そうだ、うん、継続。あら、3ゲーム目。ダメだ。あっけ。残念。ちょっとこれちなみにどれぐらい回ってるんですかね。いやー、400回転ぐらい回してる。あ、回してる。400ぐらいですか。なかなか厳しい感じですかね。シーノさん、天井とかどれぐらいなんですか。これ確か天井10個やったかな。ちょっとごめんなさい。この辺は。何もでしたっけね。あ、気をしてなかったですね。いやー、厳しいですね。ね、こんだけやる気いってても出会いく確率全く変わんないんですよね。だからやっぱりね、あんまりワンドしてとこはいかないですよ。そうなんですよ、全くいかない。全くね、いいとこお見せしてできてないんですよね。いや本当に一番上の上乗せ特化の究極 V アタックっていうのがあるんですけど、はい、これがあの結構な上乗せするらしいんでね。ほっぱいら、ほっぱいら、ほっぱいら来ましたね。来ましたね。まあまあ究極 V アタック、森心が止まらないがちゃんと見せますよ。何、元部下の名前パクってるんですか。バレた。あ、そうなんですか。V モンキーさん、 V モンキー君、僕が川西かもてんにいた時に、はい、はい、副主任でいたんです。あ、そうだったんだ。そんな話あるんですね。はい、全く喋らない V モンキーさんね。喋らない V モンキー、喋らないでしょう。はい、あの、すごいゲスなんですよ。ゲスいやー、木本田さん、ゲスい人多いですね。あの、みんながみんなそうゲスさをこう上乗せしてる感があるんですけど、大丈夫ですよね。あの、全員ゲスみたいな感じになっちゃうと、ね、ちょっとね。今の一番は多分、あの、寝屋川みなみの駒沢副主任やと思うんですけどね。あれが一番ゲスいっていう。なんでなんですか。いや、すごいですよ。あの、ちょっと下の話題振ると、はい、笑顔でその話題に乗っかってくるんで。あー、ついにあれですか、ムッシュ村村店長超えましたか。いや、超えそうですね。超えそうですね。ゲスさんでは。はい。はい、ムッシュ村村店長も結構な乗りっぷりで答えてくれるんですけどね。そうですね。でもあの人なんか自分になんか不利益なコメント来たらちょっとしらばっくれるじゃないですか。あー、ゲスい。それはゲスい。はい。不利益。さらにゲスさが増しましたね。面白いです。あー、店長。京都でハーレム状態の松浦に捧げるエロシーンをお願いしますと。なるほど、来ましたね。はい、初シーンですね。さあ、今年初シーン行きましょうか。はい。じゃあ店長、こちらの、ね、カメラ向かっていただいて。はい。これも急に振られるとまた出てこないですね。ちょっとネタが。はい、あ、ちょっと画面にかぶる形で、はい、はい、お願いします。いきます、現じます。京都にいてる松浦さん、松浦さん、早く嫁犯人は決まれろ。もうほんまバレたらいいのに。ありがとうございます。ありがとうございます。正直ちょっとネタなかったっすね。そうですね。正直なかったですね。ひねりがなかったですね。最近ね、ちょっと詩吟なかったね。そうですね、久々に詩吟やったから。そうですね、はい、ちょっと最近ちょっと詩吟はだいぶ忘れ去られてるかと思いきまして。いきましたね。あ、店長だよ、今どれくらいハマってますか。とおよそ500件くらいですかね、今。そうですね、回されてるのはね。あとは嘘つくなよ、店長は捨てて1だろうってコメント来ますよ。いやいや、もうほんまに今回僕触ってないんですよ。はい、ノータッチで、はい、ちゃんとあのスタッフさんにね、お願いしましたけどね。そうですね、はい、あ、JP さん17万キロ取り返したのってことで、一応あの機動警察パトレーバーで作った負債だけ返したという形なんで、ね、あとのね、機種で負けたのは知らないですけど、はい、他の機種とかあの競馬で負けたのは除いてます。はい、ですね、まあ、11万キコくらいは帰ってきたよといった形で、ね、あ、すごいじゃないですか。はい、頑張りました。あの、今年の、ね、年末は前々明日の放送出るのって言いました。明日も、ね、はい、日曜日行きます。松浦さんと2人で、はい、生手ですね、週の手からやりますので、はい、はい、よろしくお願いします。うん、店長の方は実はがっかりの設定に細工されてるのかなって言ってコメント持ってますけど、そういうわけではございません。さあ一応ね、夜ですかという形で行きましたんで、一応チャンスアップではあるんですけどね。ああ、ハード店長と東さん、先週逆になったねということで、厳しいですね。ちょっと厳しい手がなってますけどね。ああ、独立リンゴの上司だったですね、刺激店長ですね、コメントします。はい、あの、名前が変わりまして、あの、究極 V モンキ
西村心が止まらないから毒リンゴという名前か選手改名されましたね、はい、先生ね、どういう一冊で毒リンゴになったんですか。うちの、ね、MC であのソラリンゴという、はい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 、リンゴ姉さんですね、はい、あの彼女から名前をいただいたという形で毒リンゴという形にね先週改名させられてましたけど、そうなんですか、はたまたそれが浸透するかは別問題といった形になってますけどね、まあね、毒リンゴちゃんの得意技アヒル口なんでね、アヒル口、はい、はい、毎回アヒル口やってってコメント来て、ね、出し渋るんですよね、そうですね、最近もったいぶってますけど、ね、はい、すごいもったいぶってますね、はい、なるほど、コマコマは平気で上司に罰ゲームさせようとするからそうですねあコマコマ議員 ね、あの宮川みなみ店ですけどね、いやいや、うちのアスマもあんまり変わらないですよあの平気で普通に振りますよね、そうですね、やっぱね、今信頼関係あるからだと思うんですけど、コマコマさんの場合はね、いきなり言うからね、店長もちょっとブチ切れるっていうねあの打ち合わせなしで、そういうところじゃないところでぶっ込むっていうね、そうですね、形になってますね、いやもう尺ゆえってね、コメントもたくさん来てましたけども、ガチで NG 来たからやめてくださいっていう雰囲気を NG コメントいただきましたけどね、そうなんですよ、尺ゆえ尺ゆえってね言われて、もう本当にあの怒られた、そうですね、裏でね、はい、怒られてましたね、コマコマさん相当怒られたっていう話聞いてますけどねあね、先ほどの詩吟の詩吟に関して向こうに米入れときますありがとうございますぜひ伝えていただければと思います、ね、そうですね、はい、一応あの頭に雷落ちたらいいのにっていうのもじゃあそれも伝えてください、そうですね、いや今日時間があればね、はい、松浦さんに、はい、僕のハードみくじを作って差し上げようかと思ってます、ハードみくじ、なるほどなるほど、はい、残念ながら京都でねバカンスを楽しんでると言った形ですね、はい、方向京都がよろしとかそんな感じの内容のやつをはい、そういう内容なんですね、それはね、そうですね、はいはい、あとは JP さんにはラッキーアイテム、はい、サングラスと桜井さんとかじゃあ僕またギターいるじゃないですか、そうですねあの銀河鉄道39の主題歌がなんか歌ったらいいですか、はい、はい、そうです、あのボーカルがよろしいって書いてきますあ、はい、ハード店長、向こうのコメント本当にあの嫁はんに浮気バレろって入ってますよあ、ありがとうございますありがとうございます、聞いていただいたからありがとうございます、ありがとうございます、はい、嫁はんに浮気バレて離婚して、犬に慰めてもらいなさいコメントね、ありがとうございます、そこまでいるんですね、なるほど、はい、JP さんのカードローンの借金が丸々満期って本当じゃないですね、間違いないですね、おさあまたラッキールーできましたから、ね、これが終わってから10ゲームまた早いですね、早いですね、結構なコールループ来てるんじゃないですか、なんかね、あれですか、もう 90% リュープですか、リュープですか、リュープですか、さあ今回はどれだ、お、やっぱりビンゴ、やっぱりビンゴ、ビンゴ、ビンゴ続きますね、ねえ、まあ、100% ですからね、今のところ今のところね、一番弱いやつで、ねえ、成立 100% ってね、言った形になってますけどもね、こんばんは、皆さん明けましておめでとうです、今日も田舎の見てるよ、皆さん頑張ってね、 ありがとうございます、ありがとうございます、はい、あ、東さんね、今日ジーンズをブーツインしてなかったって感じてますけど、いや、してますよ、ブーツインしてますね、いや、チェックしてますねチェックされてますよ、それ、ね、東のファッションチェック始まりますね、また、後ほどね、はい、そうですね、あの私服かっこいいなってコメントも来てますよ ね、なんかあの皆さんの私服とか見たいですけどね、あの店員、皆さん、スタッフさんのね、そうですね、スタッフさんね、いつもね、スーツ多いんで、そうですね、はい、そういう形で出てるみたいなんでね、お、一気に6頭埋まりましたね、そうですね、100列券みたいなの来てますけど、すげえすげえ、もう結構行きましたよ、早いなぁ、あずまの場合は狙ってるのが分かるんだけど、こまこまガチでぶっ込んでるんだけど、そうだけリーチしてんやんみんなポパーンってなるから、あ、ダブルリーチ、いやすごいなぁ、バンバン来ますねこれね、ねえ、さあカラム7、さあ今のところダブルリーチの状態ですが、召喚、アンディ、アンディ、あ、ボタンさん、アンディ、ケロットが出た、ねえ、あら、あれ、泣き声、アンディ、アンディ、魚拓、魚拓や、リアルアンディ出たじゃないですか、リアルアンディ怖い、あんな、これ当たったでしょ、これ当たった、あ、多分当たりましたよ、はい、17ということで、ねえ、はい、斜め揃いました、はい。くっそおかしい、しかも上乗せチャレンジ、どうせ最後だなこれ、ほんま相変わらず言うてますね、一番効かないんですかね、これ星スタートということで、これいっちゃ弱いですね、ワンチャンス、あー、ね、どうも
が来ましたね。プラス10ということで、今のケロット側もね、前のこう山さんの機械だったらあんまりあの信頼度ないとか言われてましたけど、ね、鉄筋中とはさんざん言われてましたからね。だからやっぱり信頼度良くなってきましたね。そうですね、まあまあもう山さんもそれを言われすぎて、そうですね、改善したとは言ってましたね。なるほど、ちょっと前からまあやっぱり言ってはったんですね。あ、そうか、アンディフグっていうのをかけてるんですね。そうなんですよ。なるほど。ちなみにタコはタコサップですってさっき公開されてました。タコサップ何情報なんですか。なるほどね。なるほど、やっぱりオマージュがね、こうチリジャンいわゆるオマージュというか、はい、リスペクトというやつだと思いますね。ハード店長アルバイトしてね、明日は早番遅番ということで飛ばしてますけど、明日は店長は私はちょっとね、はい、残念ながら明日不在となります。まあ不在ということで、はいはい、僕はさ朝からいます。あ、朝からと早番ということでね、はい、皆さんね、まだ明日もね456とね、遊びにしていただければと思いますので、そうですね、ぜひぜひよろしくお願いします。お願いします。はい、で、ハード店長、今年はアコギマナー、エムーラ君1号に続く何か作ってくださいって言ってますけど、そうですね、まあまあ、発明家ですからね、私。なるほど、いろいろとね、さまざまなグッズを、まあまあ、あれですよ、ドクターマシリトに続く発明家と呼ばれてますので、なんでマシリト、神戸中央のワクワクさんみたいな感じですね。そんなレベルなんですね。ワクワクさんね。まあね、作ってるもん大概そんなもんでしょ。確かに。いや、遊ぼレベルになってますね。民放っていうかね、国営放送レベル。国営放送レベル。いや、健全でいいんじゃないですか。ね、本当に健全な番組ですからね、はい、あれはね。印刷と型紙あれば、なんとか大体作ってますからね。まあ、大体段ボール程度ですからね。いや、まさかね、僕、エムーラ君一号見たびっくりしたんですよ。あれ事務所にありますけどね。怖い。いや、しかも無造作にあの入ってすぐ机の上にバーンって置いてあるんですよ。1号が僕入った瞬間にうわーって言いましたからね。あれね、各店舗回って本当にいろいろ改造していただいたりして、いろんな顔の落書きされましてね。そうなんですよ、はい、最後は引き取り手がなくなったという、はい、最後ボロボロになってなんかね、帰ってきた自分の娘を見た感じでしたね。思い出した、それはイケメンランキングで石亀持ってるわってね。そこが性格問題あるんだろうねって覚えておきますけど、人間やめましたからね。まあね、俺はやめたくなれると。そうそうそう、人間この間やめました。あ、ちゃんとまだ見てらっしゃるってことね、アニメの方で、ね、まあ、また始まりますよね。そうですよ、そうですよ、3部がエジプト編、そうです、そうです、始まりますので、ね、あれですか、まだ始まるんですか。あれ1月でしたっけ、4月でしたっけ。でもね、年明けかなんかって言ってたと思うんで、そうなんですか、もう1月には始まる形になるから、ね、そうですよね、クロコのバスケウィンターカップ編じゃないんですか。あ、クロコも始まりますね、3期ね、よう知ってます、皆さんよくご存知で。ジャンプばっかりですよ。はい、ああ JP さんは去年 T シャツコレクションやってましたもんね、ノーボーダスマイライフとかっていうね、まあいろいろと T シャツもね、はい、揃えて、まあ、あの来るために T シャツいろいろ変えてたんですけどもね、またあの新しいネタが入り次第ここでもね披露したいと思いますので、結構ね T シャツ高いんですよね、お値段が、ね、あの4000と5000するんで、これ結構ねいい値段しますね、はい、あの発明品で小学校の自由研究を思い出したっていうね。あ、ジョジョは4月みたいですね。あ、4月ですか。はい、あー、ジョジョ4月、あー、長い、まだまだですね、じゃあ。あと3ヶ月ぐらい。じゃあ、帰るときにね、もう急いで帰る必要が。そうですね。なくなるといった形で。まだ余裕こいて大丈夫ってことですね。そうですね。あ、松浦さん見てきた。でね、コメントですね。まあ、4000とか5000って T シャツボッタやんけでもあるんですけど、まあ一応オリジナルでね作られてる T シャツなんで、まあちょっとね凝った T シャツですね、はい、だいぶとなかなかこう放送では言ってないんですけど、細かなネタとかもいろいろあったりしますので、なるほど、はい、なかなか分かってもらいにくいところではあるんですけどね。さあさあさあ、今のところ60件駆け抜けそうな感じですかね。あ、今なんか音出ましたね。なんか画面に出てましたけどね。なんか画面に出ましたね。いや、ちょっとね、説明書見ないと分かんないですね。しかも今思いっきり画面隠したな。三角マーク出てましたけどね。三角マーク出てました。おー、友達さん、プラス10。押し順間違えたからこそこれがあったんですよ。何よ。そんな打法があったんですね。そうです。ちょっとしたらそれより多かったかもしれんよ、まずね。それは分かんないです。これペナルティーなんかあるんですか。いや、おそらくは、まあ、上乗せっていうか特化ゾーンの抽選とかに分かってる可能性が高いとは思うんですけどもね。おそらく AT チームであれば、仲間ゲット、あ、仲間ゲットですね。さあこれでまた
電話役の降格ですね。はい、強ベルであったりとかの一応表面上の降格っていう形になりますね。お、ちゃん特殊リプレイ。特殊。そうですね。あの右一番右にあのフグのアンディがね止まれば。乗せ上手。出直してまいるってことです。乗せ上手。チェリー。お、チェリーですね。あ、オリがありますね。プラス30。ゲーム数が減るだけだと思うんですよね、AT 中に関してはね。多分その辺の抽選に関わってくるとはちょっとまだ返し切れていないのでペナルティーしては分からないといった形ですかね。さあ店長もうすでに600ゲーム近くにはなるんですがどうですか。いやーまだですね、だいぶ厳しい。なんかもうカンブリア行っても当たる気が今のところしないですカンブリア実はあれカンブリアなんですね。カンブリアね、うん、カンブリアなんですね。レア役もそこそこ引いてる感じにはなるんですけどね。そうですね、あのとこ実際上のとかでは行かせてないような感じになってますけどね。これ店長ノービンゴの可能性あるんじゃないですか。いやーそんな僕あれですよ、黒い泥棒みたいな顔になりたくないですよ。黒い泥棒あ松崎しげるのねよくあのね、はい、志村けんのバカ殿でやってるような顔になりたくないですよその可能性もありますまあ、店長、足玉で悪魔もちょっとね、いじってよって思ってますけど。アフギバラだよ。アズマがね、さっきペナッタの隠したの。人間的にね、問題があるの。いじり方がひどいですね。そう最近またね、足玉なやってなかったですからね。そうなんです。久々に足玉なんか来ましたからね。ああペナしたら余計に性格悪くなるだけだよね。あもうバレてますけどわらわら人間的に問題があるのわらわらはってんでこいつくださいあずまさんもなかなかでもちょっと500枚突破というところまでいかないですね。そうですね、めっちゃしてほしいところではあるんですね。どっか行っちゃいましたみんな。あ行っちゃった。あ仲間全員レア役降格が終わった形になるんですね。そうですね、やっつけマナちゃん笑わない間違いないですね今の足玉なって辻元店長とすげえような性格に問題があるってぴったりやんけってこと散々な言われ方されてますけどね。あコメントきましたね。天井は、天井931プラス全長らしいですよってコメントきますね。ちなみにあれですか、今回のビンゴで天井はありましたっけ。えビンゴに天井はないんですか。ビンゴに天井は今のところはないですね。残念、はい、天井登録はあの今回、載せておりません。おさあラッキードレス来ましたねどうかな、これ当たっちゃうパターンですか。青ですねポセイドゲントが。もうそろそろあれですけどね、来てもらわないと困りますけどね、まあ、感じですかね。あテトラ、テトラですね。さあこれでちょっと解除するとこ見てみたい。あとはこの、テトラの方で解除しますと、特殊上乗せゾーンに乗る行く可能性があるんですね。はい、このビンゴで言うと、左下ですね、シーマスターラッシュテトラっていうのがあるんですけどね、そちらの方に行く可能性があります。さあチェリー、アズマさん終わりましたね。終わりました、終了、ね。さあ逆回転はしてほしいところですが、そうですね、お普通の回転か。さあどうかな、これは天井の前兆でいいんですかね。いやそれは違うとは思いますけどもね、おそらく実質マーサーというのは700ゲームぐらいだと思うので。あなるほど、じゃあカウンター的には926になってますけどね。そうですね、じゃあ前の、勇気始める前に200数十ゲーム回されてますんで、実質的には600ゲームから700ゲームの間ぐらい。さあどうだ、さあ来い。なかなかちょっとテトラリズム動かない感じですね。さあチャンスは残り3ゲーム。そうなんですよ、残り3ゲームなんですけど、ずっとベルナビが出てくるんで、
あかん。ダメだ。終了。あら。戻った。やばい。うっそ。まずい。全員勝者が何かで自力解除ゾーンという形になったんですね。まあ、東主任と最高店長どっちが腹黒いのって。いやでもね、似たようなもんですよ。似たようなもん。同じ森口で副主任から始めてる。あ、なるほどなるほど。雰囲気は似てますね。あの醸し出す雰囲気は似てるみたいな。似てます似てます。なんかね、最高店長も全然最初喋らなくて、結構あのクールキャラやったんですけど、最近日曜日の放送慣れてきたんか分かんないですけど、だいぶ腹黒さが。あれはね、ほんま隠してるだけっすよ。結構エビ、エビちゃう？リアルエビじゃないですかこれ。おお、直撃ですね。来たー、シーマスラッシュ直撃ということで。しかもランプの色もちょっと光り方が違ってましたね。これ一応942ですけど、これ天井があるんじゃないですか。いやー、多分何歩か回ってるはずなんで、微妙なとこですね。天井とちょっと考えづらいところです。やりましたよ。おめでとうございます。これ激アツやで、ほんま。ちょっとやっと言えましたね、それ。やっと言えたね、ほんま。当たってから激アツ来ましたね。はい、今日もスロットファイト TV、ご覧の皆様、こんばんは。あの、勝手に番組で変えないでくださいね。はい。天井場さんね、いらっしゃってますけど。あ、東の性格悪いエピソード、ダビスは最後まで面白いと言い張ったっていう。あのかつてのね、有名な森口放送ですかね。はい、森口放送ですかね。あれはほんまに逆に褒めてほしいところですよ、ほんま。いやー、まあ僕もダビスタ世代なんで、はい、面白いと言ってあげてくださいよ、皆さん。はい、あれパチンコのやつでしたけどね。そうですね、ね、はい、店長おめえってことでね、はい、ありがとうございます。あ、天地橋さんチーズって言われますよ。激アツやで、ほんま。それしかやっぱりやるやっぱりやったね。言うことはやっぱ激アツだよね。あとはやりました。やりましたよ。激アツやで。それぐらいしかないですよ。そうもうそれかバッファローゴローの木村にほんま頼むで自分っていうぐらい。そう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 。あるあるある。絶対言いますね。熱いの話、あの外した時ですよね。もう自分あかんなぐらいです。ありましたね、懐かしい。あれも結構放送終了してから長いんですよね。もう結構経つんじゃないですか。3、4年ぐらいは経つと思いますけどね。あー、ダビ、アズマがダビスタ面白いって言うから打ってみたら損しかしなかったんですけどね、コメントで。ダビスタ面白いって言うから怖いね。今でこそ言いますけど、ほんま思んなかったですからね。言うなよ。ぶっちゃけんなよ、そこで。いや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 、ほんまに最後まで言い張って、もう最後の最後まで言い張ってほしかった気もしますけど、苦痛でしたもん、あれ。なんかこれよりもオークスの方が面白いってね。あ、ありましたね。絶対面白いでしょ、そっちの方が。まあ、あれは人気ありましたからね、そうですね。結構、種類もね、いろんなスペック出てね、はい、はい、オークスがありましたけどね。本当にダビスタ配信は騙されたんですね。面白くなかったって言うんだけどね。あの回は最高だったなっていうことでね、皆さん見られてた方多かったみたいで、いろいろね、物議を醸し出した。だからもともと最初パチンコ放送やのにもかかわらず、はい、通の店長が窓紛れをしたいって言い出してスロット打ったんですよね。そうそうそう、それで炎上したって。炎上して、じゃあもうパチンコ行きましょうかっていうので、放送ずっと10分ぐらい止めて、はい、まあ、ダビスタちょっと前に入ったばっかりから行こうかって言ったら、はい、クッソもんなくて。で、辻野店長がほんまにもうおもんなさすぎてリオに走るっていう。めちゃめちゃな配信だ。あれはひどかったっすよ。いや、森口しかできないですね、それ。僕、ね、私が入る前ぐらいやったの。そうですね、私も入る前だったんで。いやー、もうそれで野球さんがどんだけひどい目にあったか。そうですね。皆さん覚えてませんか。あれは自業自得ですよね、もう。さんもすっかり有名キャラになってしまいました、ね。そうですね、ヤギウさんも、はい、森口でまた出ていただいてね。はい、そうですね、リアルでね、選手も話しましたよ。買ってくださいよって言ってました、ね。買ってくださいじゃなかったみたいな。買ってくださいよって言ってました、ね。可愛らしい、ね、ちょっと可愛さアピールしましたけどね。はい、あれはツジエルが悪いねって。よかったんや。刺激と年春のスロットナイトに続く刺激と桜井 JP のスロットナイト放送をやるんですが、いやー、あれなんですよね、はい、僕残念ながら YouTube での再生回数が少なすぎるのを見て、はい、愕然としてますからね。前ね、ゲーム配信、ゲーム
イトにしたらいいじゃないですか。ゲームナイトにしますか。ゲームナイトしますか。はい、あのしますか。ゲームだったら僕多分店長と同じ世代だと思うんで、はい、ある程度は普通できると思います。で、東さんにバジリスク売ってもらって、あ、なるほど。そうそう、楽しんでもらおう。あんだけ別枠であのスロット売ってもらうみたいな感じですかね。ロボットマラソン的なやつで、そうですね、東さん右下にバジマラソン。バジマラソン、白なら、あの、白をね、白バジいけるまでみたいな。そうですね、やりましょう。やる気なんや、やる気満々かいな。全然バジやったらいいですよ、僕、大好きですもん。はい、代行ってくださいよ、あの時の松浦さんには笑ったね。君がダビスタの味方しなくなったら誰がダビスタを守るんだって言われた。あ、そんな重要な任務があったんですね。まあ、多分そういう最後の砦でやったみたいな、ね、なるほどね、はい、まあね、きつかったっすよ、ほんまに。抜けました、あ、抜けちゃいました。何しれっと抜けましたね。ボケの乱せなしで抜けましたね。いや、ほんま何もなかったんで、もう喋れなかったっす。あ、ヤギウさん見えたな、テンション上がった。そうです ね、 なかなかレアキャラでしたからね。ヤギウさんがね、出てる回、残念ながらちょっとオクラになってる回が多いんで、そうな、ね、オクラになってますんで、まあね、はい、皆さんヤギウさんのことをメタルスライム扱いしないで。そうですね、本当にレアキャラなんでね。すぐ逃げるみたいな。そうですね、この間逃げようとして辻本店長にあの拉致られてました。そうなんですよ。本人はね、あの、隠れよう隠れようとしてたんですけど、そうそうそう、もう辻本店長がガチッとね、スカーで持ってきてました。出なさい出なさいみたいな感じでね、引っ張ってきてましたけどね。でもまんざらじゃないですよ、あの人も多分。そうですね、ちょっと喜んでた。嬉しそうでした。ほんと笑顔でしたからね、はい、うん、店長どんだけ配信や様子でチェックしてんねんって思いますよ。今日見てくれてはりますね、店長。そうですね、いや、刺激と年あるのスロットナイトを反省会をしようと思って。あ、なるほどなるほど。自分のもう一回見ようと思ったんですよ。はいはいはい、見たら案の定あの再生回数が一番低かったんですよ。なるほど、皆さん、ワンクリックワンクリックお願いします。はい、ぜひ、再生の方よろしくお願いいたします。はいはい、ワンクリックしたら東の方から T ポイント1ポイント。なんで T ポイントどうやって支払ったらいいんですか、僕。思いっきりなんか、振り込まれる方の手数料の方が上がりそうな気がします。かかりそうな気がします。うん、あー、ダビスタの話したから抜けちゃったと思って。関係あるんかいな。呪われてますね。あー、次回の関西うちじにはバジでって言われてますね。あー、うちじにね、関東でバジやってましたけどね。そうですね。はい。同じ時期の、そうですね、同じ時期やってましたね。この前、山前やとビンゴホテルスで JP のキャンパスで何が書かれちゃうってコメントしてますけどね。はい。まあ、キャンパス僕が披露したら間違いなくあの放送が終わっちゃうんでね。その時は皆さんがパソコン閉じたらいい話ですよ。そうですね。はい、はい、まあ、店長ドンマイということでね。はい、この時いやー、ほんまドンマイケル。懐かしい。懐かしい。懐かしすぎやろ。ヤギウさんはすごいスピードで逃げていくとってね。あれ止まりましたか。ニコ生の方動いてます。動いてます。あ、動いてますか。こっちは来てますけど止まりましたか。更新ボタン押してもらったら、こっち動いてたら大丈夫ですけどね。動いてますね。動いてますよね。はい、動いてます、大丈夫です。はい、まあ、ドンマイケル懐かしいって動いてるね。はい、ありがとうございます。さあ、いかに同人賞が新体制に行った形なんですが、めっちゃっぽいかな。しかし、東さんの方ちょっと抜けちゃった感じですね、天国っぽいところ。そうですね、はい、現在130ゲームといった形になってますけどね。さあ、まあ、なんとか店長引き戻しのチャンスがあるんですが、ちょっと新体ステージも抜けちゃった。なんか抜けちゃいましたね。ちょっとね、ラッシュとか上乗せ特化の方に今のところ入ってないんでね、なんとか見せ場作ってほしいところなんですけどね。あ、細かく止まったってことね。はい、動いてるってこと、ありがとうございます。ヤギウさん倒しても経験値少なそうって言われてますけど。そうですね、メタルスライムじゃないんですよね。ヤギウさん経験値少ないですけど、はい、お金いっぱい持ってると思うんで。え、そっちですか。お金いっぱい持ってる割にはあれなんですか、銭湯は高すぎて。踊る宝石的なやつちゃいますか。あ、なるほどなるほど。 MP も奪っていく形でいいんですか。そうですね。あ、すぐ混乱させますけどね、踊る宝石。経験値は少ないかもしれないです。なかなか厄介というところでよろしいですね。さあ、ポテトンゲート入りましたね。どうですかね、ビンゴですね、テンションね。なんかね、東さんがあんだけビンゴを当てるとビンゴがよく感じてきましたからね。ね、逆なパターンでね、今のところテトラでテンハウスを2回ね、使ってますので、さあ今回どうでしょうね。ゲーム的に引き戻してもいいところかなと思いますけどね。
誰か刺激と年春のスロップファイトの URL 貼ってくれないかなあの YouTube でこれはあれですかね、あのコーナーの神戸中央店で、調べていただいたら、そうですね、あの再生リストを見てもらうと一番早いと思うんですけどね、はいはい、あとは気候のアプリさんでもあの神戸中央の項目ありますんで、はい、そうですね、あ、こんばんは、明けましておめでとうございます。新年早々、胃腸風邪で KO されてますね。あ、胃腸はね、やっぱりなかなかね、しんどいかと思いますけれども、あの体のね、あの体が資本っていう方はたくさん多いでしょうから、あの最小と気をつけて、はい、リーチだ。あ、リーチかかりましたね、店長ね。なんか怪しいですね。そうですか、やばそうな感じがしますね。なさそうな感じがします。残り3ゲーム、なんとかチャンスが出てこない感じですかね。まあ、一回アンディ召喚出たぐらいですね。はい、あかん、あかんで、あかんで、あかんわ。あー、残念。お、中身1回、さあ来ましたよ、中身1回。あー、でも花咲くガニ、花咲きガニ、微妙。ふんふんふん、あの、ふん、あー、開かない。あー、しょぼんと。こちらの方は残念といった形ですね。お、なんか赤いっすよ、今回、僕のこっち。ガチンコレース対決の方、赤い方行きましたね。レースは見てないですね、まだ。僕先ずっとウニ投げるやつしかなかった。そうですね、ウニ投げるやつばっかりでしたもんね、店長の方ね。そうなんですよ。カード店長は翔太郎を倒しまくってるんですかってコメントしました。あー、あの鶴見のね、木村主任ですね。木村翔太郎ですか。お、ここ光りましたよ。お、お、ということはこれ、ね、すごい連合になってますね。ここにカエルいますもん。確定ですね。あらあら、これ開いた、確定。あ、本当ですね。翔太的にはモンキーターンのあれと一緒ですよね。なんで一緒ですね。はい、といった形で、おそらくはといった形でしょう。どうかな。おー、当たりました。やっぱ、松田さんばっかりですね、今日当たってんの。ねえ、店長、頑張ってくださいよ。あれおかしいな。さあ、169ゲームですね。はい、あれ、今日はビンゴ当たるんじゃんってことでね、なかなかにすごい当たりっぷりしてますけどね。ねえ、発射というか、多分これで5回目かな。発射体的に言うと5回目になりますね。そうですね。はい、ほら、遠隔のありなしパターンですかって言われてますよ。店長、頑張ってくださいよ。あと30分しかない。本当ですよ、30分しかない。まずい、まずいぞ、これは。真ん中しか抜いてないです。そう、いや、真ん中、一応あれか、左の右か、はい、抜いてますんで。参考になりますね、遠隔ってね。遠隔じゃないですからね。遠隔だったらもっと合ってますから。遠隔だから店長当たってますから。いや、遠隔だったら僕もあれですよ、 V アタックやってますよ。そうですね、 V アタックやってますからね。店長だよ、本当にロークなのってコメント送ってますけどね。いや、今日はね、本当スタッフさんにお任せしたんで。そうそうそう、お任せしてますね。そうですね。もしかしたらね、先週の放送知ってる方だったかもしれないですね。いや、おかしいですね。知らないと思うんですけどね。ちょっと私とマイマイはこの2台について今日本日放送しますんでということをお伝えしましたんで、大丈夫だと思うんですけどもね。このままだと JP さんがね、そのまま、あ、そういえば、アニマは誰か当てたのってことなってますが、この意味はね、あえて触れてほしくないところに来ましたね、これね。ですね。我らエンデック号は全員外しましたけど。まあ、残念ながらゲスパー神戸は全員外れというね。まあね、当たんなくても競馬予想したくなっ、した、え、したくなっちゃう TV。 そうですね、これね、はい、はい、まあ、今年もね、そうですね、はい、やっていく予定ではございますので、はいはい、ある限りはね、やりたいと思いますけど。、はい、そういえば先週のハード店長の台は本当に設定1やったんってことで、それがね、はい、間違いなく1でした。何の紛れもなく1でした。やっぱり後で確認しはったんですね。しましたね、ちゃんと。ああ、やっぱりそうだったんです。ちゃんと1と6ということで、そうですね、我々もね、すっごい騙して、あの、面白くしようかなと思ったら、当てるわ当てるわ。逆に東さんの方が美味しくなったんで。おかしいなーっていう感じでしたから ね、みんなでおかしいなー言ってましたけどね。明日は勝てるのかっていうね、はい、あ、金牌ってこと、そうなんです、明日はね、東西で、京都と中山で、はい、はい、金牌があるというのですので、はい、また後ほど予想があるんじゃないかなという、ね、気がしてますけどね。あ、エンデック君のハード店長、桜井さんに打たせたからっていうコメント来ますけど、マジですか。
今からちょっとね、はい、ちょっともう一回当てさせてください。ああもう一回ね攻めて、はいはい、逆に当たってから、はい、桜井さんにバトンタッチするのもいいのかな。当たってからの方、ね、それ森口の辻元店長と同じパターンですね。終わらしたら罰ゲームみたいな。あなるほど、はい、人のせいにするパターンですね。ジェピーさんもずーっと言ってね、鬼畜なんでね、辻元店長あのすぐ飽きてコメント見たがるんでね。そうですそうです、やってやるってやってやるって、はい、さあどうですか、ね、遠隔で一も当たるよね。どういうことかなってよく分かんないですよね。さあ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 、東さんの方は残り10ゲーム、やっぱり上乗せがないと継続するだけでは厳しいといった形になりますかね。そうですね、ちょっとラッシュラッシュで上乗せとか入ってほしいところですよね。AT 中に何も引けないんですよね。レア役引か、まあ、レア役降格に入るのが一番早いみたいですけどね。そうですね、はい、仲間を一緒にして、レア役攻略に込むのが一番早いか。おっと赤青いしてますね、店長の方も。さあいやレア役は続いてるんですけどね、はい、店長もしかしたら低設定の方が力出るかもしれないですね。もう己の気かもしれないですね、はい、なるほどなるほど。いやー僕あれなんですけど、昔よくうちに売ってる店が、はい、なんかベスト10ぐらいまで設定とサダマを公開するっていうのを毎日やってたんですけど、僕がいつもそのランキングに入った時は、はい、2位ぐらいなんですよね。はい、それで本気出しちゃったみたいな。そうなんですよね。なるほどなるほど、残念ながらちょっとしたらそういう状況に慣れてるからかもしれないですね。なるほど、うち方がね、岩田ばっか岩田ってね。もうねちょっと競馬予想始まってますけどね。もうセルビーだなんだかんだってね、2番とか言われてますけどね。いやその辺はねもう皆さん予想していただいてね、あと で一緒にねやっていきたいと思いますけど、はい、松浦さんはまだデレデレしてそうですね。そうまだデレデレしてもうねあと30分で終わりですけどね。向こうもついにスタッフにまで手を出してるとはねえ、若かったらええんかって話ですけどね。そうですね、誰も述べつ幕なしにこうね手を出してる可能性もありますね、はい、まあ楽しんできてください。そうですね、また松浦さんとコンパニオンの方でやってる番組の画像アップしておいてください。アイウィッシュですね。ねまあ、アップしておかないとダメですからね。またあのデレデレ顔をここのね、はい、脇に貼っといたらね、あの黄色のサングラスまだ持ってんのかな。どうなんでしょうね、あったらつけてきてほしいですけど。そうですね、はい。あビンゴに入っているのが1000じゃなくて500枚オーバーってそんな辛いのこれってね、コメントしますけど、辛いっていうわけではないんですけれども、まあ純蔵が言って 2.2 から2.3 なんで、まあ200ゲームね行けばといったところも、なるほど、はい、見越してそういう形にしました。はい、今回はね、ただ今のところクリアはできてないということですので、ぜひぜひ当てていただきたいところなんですけど、ね、やりましたね、こんだけ展開に差が出ててもまだビンゴになってないそうなんです。そうですね、チャンスですわ。スロットナイトの YouTube の URL 貼っつけてる人いますね。ありがとうございます。ありがとうございます。あれなんかエンデックさんと、はい、なんか他の方もなんかアップされてるような気がするんですけどね。そうなんです、一応ね気候のチャンネルさんの方で見ていただける方がありがたいですね。そうですね、他のは一応なんていうんですかね、広告ねつけてて収入を得るっていうちょっと悪質なサイトですので、はい、ぜひ気候のチャンネルからの、はい、URL で見ていただけたらと思いますので、はい、皆さんね、よろしくお願いします。ね、方がちょっとね、いわゆる悪意を持った形でアップされることを、不正と言いますか、はい、ございますんで、はい、ぜひ公式のちゃんとね、キコラチャンネルでアカウントありますんで、はい、そちらの方の、まあ、動画を見ていただきたいなというところがありますので、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。デレウラさん最低ですっていう。そうですね、もっと歌ってください。多分ね、デレデレしてるんでしょうね、向こうもね、はい、松浦さんアウト、ね、さあさあさあ、再び東さんの方が深海ステージ行きましたね。はい、あとビンゴなりそうなやつっていうのはどれなんですか。一応店長の方がポセイドンゲートテトラ入ってますんで、はい、そちらの方が解除した時のシーマスターラッシュテトラですね、上乗せとか、もしくはポセイドンゲートの一番上のジャッジメントに行くと店長の方がビンゴという形になりますね。
でこれ消してもらったら、はい、はい、OK ですね、はい、OK です、すいません、お待たせしました。お、潮吹きました。あ、潮吹いた。すごいすごい、ちょっと卑猥ですよ。言い方、本当や。普通やったよ。言い方、今ちょっと、今ちょっと狙ってましたよね。完全になんか今のは悪意感じますわ。悪意ですか、ひどいや。さすが正常派のハード。正常派ですよ、ほんとに。正の字がね、違いますけどね。そうですね、潮吹いた。おっさん方が潮吹いた、潮吹いたって全然コメントいや、なんでこれ下ネタやと盛り上がるんですかね。急にバーッとコメントきましたよね。やっぱ放送の時間帯が悪いんですよ。確かにね、もうど深夜なんで。そう、ど深夜ですよね。はい、はい、確かと思います。ど深夜、うん、ど深夜、下ネタ。どうしたんすか。あれ、今日は珍しく乗っかれへん。今日珍しく乗っかれへん。いや、周りから言われるとあんまり乗りたくないんですよ。あ、自分から行きたいときには行くんだ。そうそうそう、周りからこう、行け行けっていうときには行かない。それはまた別なんだよ。やっぱ、性格に難ありあ、来い。これあのポセイドンラッシュテトラになるとどうなるのって言われてますけども。いや、シーマスターラッシュテトラですかね。はいはい、はい、このままこれビンゴなんですけど、これもう一つの、はい、いわゆる自力解除ゾーンですね。ほうほう、こちらの方で当選した後にさらにあのテトックがついてる形なんですね。あ、来まへんわ。ダメ、来た。またさあ泣きの1回。さっき東さんこれ当たってましたけど、ね、またや。そうですね、また鼻先ガニや。星2つ。こいつあかん。あー残念。あかん。あースルーといった形ですかね。いやー、またレジェンドスルーしましたね。はい、というわけで、まあ、あのラッシュメトラには入ると、まあ、上乗せ特化に入るという形になりますね。はい、ね、出たトマト仕込み店長ってね、コメント来ますけど、残念ながら仕込みではなかったという。仕込みではないですね。まあ、すぐ、ね、何もなかった。ホールさんにあるね、これあの、ホールで設置されてやるもんですからね。はい、あ、キラボシやってってコメント来ますよ、東さん。食べるね。いやー、みんなもっと欲しがってほしいですね、これ。欲しがってほしいです。なかなかこうね、やってくれないですよね。ね、まあ、欲しがられるとやっぱね、渋りますよね。そこ渋るんや。はい、欲しがり屋さんだね。なんすか。ちょっとね、印象が澄み思い出したから。あ、なるほど。私だよ。あ、出てない方の名前教えてっていう話で来てるんですが、もうすでに結構なあれですかね。名前どれぐらいなんですかね。どんなもんでしょう。ちょっとあれですよね。グラフとかは出ない感じとわからない感じなんですよね。そうっすね。うん。JP さんが落書きされるピンチですけどね、確かに大ピンチになりますけどね。ちょっと美味しい展開にはなってますけどね。店長今自分で何気ホッとしてませんか。そうですね。これ僕がビンゴしてもこのまま行ってもまあまあ美味しい展開やなって思います。ちゃんと回してくださいよ。お願いしますよ。はい、東さんキラボシーってことでね。あ、欲しがってますね。欲しがりますね。いや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 これは性格気なって言われるわ。これは性格気なんがあると。いやいやいや、言われても仕方ないですね、こればっかりはね。ほら、JP さん、アズマの代わりにキラボシやってるとか、店長、キラボシやってくださいとかね。あ、僕にまで来ました。あ、飛び火してしもたね。はい、キラボシ。あ、やっぱやるんや。はい、福山雅治がキラボシやった時とか、はい、キラボシってね、やっていただきましたけど。絶対やらないパターンじゃないですか、はい、それ。マイマイキラボシ、いろんな人いっぱい。もう誰でもいいんですね、これ。バリフルじゃないですか。店長、アムロでアズマいじってってコメントしますよ。アムロ。アズマ、早く当てろよ。普通やった。普通でしたね。だけど、アムロもやってなかったですもんね。そう、久々に見ましたね。アムロも最近やってなかったのと、最近サバンナ高橋率高かったんで、ね、確かに、はい、そうなんですよ。あ、フリーザさん頑張ってと言ってますけど。あ、フリーザ来ましたか、ついに。はい。でも最後のじゃあ罰ゲームでまたね。あ、わかります。そキラボシ。あ、やった。あ、もうね、みんなが他に振るから、キラボシ。
みんなやって臨場されてやりすぎやみんなここで JP さんがさらにやってくれることを期待してたんですけど、そうですね、 JP さんサイレントキラボスやってましたよ。サイレントキラボスやってましたからね、何気に JP かっこいい時間差ってやってますけど、東さんなんか郷ひろみやってくださいって言われてます。郷ひろみやったんだよ。でもね、あれなんですよ、東ね、はい、郷ひろみ好きかなんかわかんないですけど、パソコンのデスクトップの画像に郷ひろみの画像それを見たブロック長が、はい、なぜか寝屋川南の山田店長と間違えてましたけど、はい、なんで寝屋川の店長の画像あるみたいな。あ、そう、あ、ええ顔しようの人ね、はい、説明しようと思ったらめんどくせえやつじゃないですか。そうなんですよ、しげる店長と間違えた。しげる店長、え、似てます。ヒロミ君間違えてましたけど、なんでって言ってますけど、髪型だけのような気はしますけどね。あ、髪型全然顔違うような気しますけどね。セガのロボピッチャーのモノマネやってた。ロボピッチャー出た出た、見て見て見て、ありがとうございます。あー、ペナルティーだってもうたまあ皆さんロボピッチャーのせいで真ん中のボタンを押してしまいましたお願いしますよ、本当気をつけてね、ロボピッチャーやるときはね、はい、あ、店長のノリスキーってね、コメントしましたよ。店長、サバンナのヤギさんもできるんですか。めっちゃ怒んでやめときましょうやめときましょうねえ、みんな無駄に振るのやめた方がいいよ。いろんなこと多分やっていただけるとは思いますけど、そうですね、クオリティを求めましょうね、みんなね、はい、はい、あ、店長、西条秀樹やってってねめちゃくちゃじゃないですか。西条秀樹やんねえ、ヒロミ号に対抗したいだけじゃないですか。これもう一人御三家出てきたらもうね、そうですね、はい、完璧ですね。まあね、あのね、まあね、まあいい西条秀樹ほどね、はい、ローラーに爆弾変えてますから、本当に、はい、うまいですねほら爆弾変えてるまあね、まあ単に傷だらけなのにさらに爆弾変えてますからね、あいつ危ない危ない、だらけのローラーですからね、はい、イルムリアの曲ですこらこらってやってますけど ねあ、松浦さんは他方人で暴れん坊天狗になってるんですかってことです。本当ですか。あ、暴れん坊天狗なんですね。ただここだけの話、かなり焦ってると思いますけどね、はい、あのバタバタしてるからっていうのもね、ありますけどね、はい、はい、あ、ゴロやってるね。あ、来た、御三家来た、御三家来ましたね、ゴロ青いリンゴね、はい、天神橋の方じゃない方ですね、そっちじゃない方ですね、そっちじゃないですね、はい、もう天神橋は散々やってますね、天神ね、来ましたよ、ラッキールーレット。ラッキールーレット、さあどうだ。お、お、ケロッケロッケロ直撃です。おお、やっぱり尻上がりですね、はい、やったね、上がりましたね、シーマスラッシュ激アツやで、ここでビンゴさせたら東さんに罰ゲームやで、はい、そうですね、 JP さんか東さんかって感じですけどねお、全長いきましたね、あ、そうですね、もう2人とも罰ゲームでいいんじゃないですか。ザーボンさん、ドドリアさん、ドドリアさん、またザーボンさん、どっちがザーボンでどっちがドドリアさん、 JP さんがザーボンさんで東さんがドドリアさん、ドドリアさん、はい、あ、そうです。あれどっちがあれでしたっけ、ちょっと最初イケメンなんですね。イケメンなんはザーボンさんです。あ、ザーボンさんね、はい、あ、なるほど。ただ戦闘能力的には JP さんの方が高そうなイメージがあるのでザーボンさんは JP さんです。なるほどね、 JP はとりあえず決定ってことです、はい、決定上がりのハードさすがやな、決上がり、決上がりだ、決上がり、はい、天神橋ですね、なんとなく店長のコロスケが見たいって言われて、コロスケ、コロッケ、コロッケですね、モノマネですか、モノマネなんですよね、これね、モノマネする人のモノマネさらに出ましたねコロッケみたいになってますね。店長、松井秀喜やって言われてますけどね。松井秀喜、はい、松井秀喜ね、はい、東さん得意なんですよこれほんまですよ、ね、じゃあ、あの、後半やりましょう、これは、これ、これガチで得意なんですよ、はい、やりました、ダメなやつじゃないですか。ダメなやつ。ダメなやつ。確かにしょっちゅうやってますけど。やってんすか。これはね、まだね、アズマの中ではやるモノマネですよ。そうですね。あ、ちょっと見たいですね。できるモノマネなんですね。正直、はい、謝りますよ。あ、そうです。はい、別に松井和夫のモノマネでもいいです。あ、松井和夫。そっちの方ですね。なるほどね。前々昔ね、松井和夫好きやったから。あ、そうですね、松井和夫好きでしたよ。松井和夫追っかけやる。誰ですか、松井和夫って。松井和夫、いやいや、超有名選手よ。今楽天いますけどね。はい、いやー、西武ライオンズの時代を。西武ライオンズですか。え、渡辺一般の世代ですか。ショートの、あ、そうです、はいはいはい、初金のね、お兄ちゃんでしたけど。はいはい、誰ですか、石毛とか渡辺久信とかそこら辺ですか。そっちはね、黄金世代、黄金世代よ。はい、あの、秋山清原、秋山清原、デストラーデの。はい、あ、でかいぞ、なんか。お、お、だいたいチャンス目なんですよ、それ。あ、古いわらわらってね。
ダビはスーパーゲストに変身しないとパワーが出ませんね。間違いないですね。間違いないね。JP さん、初期の魔人ブーですかって言ってますけど、まだ悪くなる前ですね。そうですね、あのプープー言うてる時ですね。よう寝てる時ですね。チョコにしちゃうぞの時ですね。そうそう、まだ可愛らしかったですけどね。パウエルはパウエル出ましたね。ヤクルト、ヤクルトでしたっけ。パウエルいましたね。ホーリーとか。懐かしいですね。懐かしいですね。ホージーでしたっけ。はい、ホージー、ハウエルですね。ジャック・ハウエル。はい、あ、走行して揃った選手ですね。ね、こんな感じで、ね、松井カズオ、ね、稼ぎ頭でね、カズオですよね。あ、じゃあ松井正人のモノマネやってて、これ中日のキャッチャーですね、間違いなく。わかりました。松井正人は分からへんかった。分からへんやろ、これは。はい、オマリー。オマリー。エストラーデ。オマリーと、はい、パチョレックのモノマネを東さんがやってくれます。分かんないっすよ、ほんまに。そうですね、PKO でパチョレック、亀山、オマリーって言ってね。あ、なっちゃった。ありましたけどね。オマリー、あの、阪神のなんか CM 出てましたけどね。上乗せ、10ゲーム。はい。まだチャンスですか？チャンスですね。お、ちょっといい感じじゃないですか。煽りは来てる感じですよね。知り上がり来ましたね。来ましたよ。さすが。さあさあさあ、どっか行くか。お、出会いも出会い来ますね。あ、そうか、多分裏で上乗せから、おお、抜った。あ、出会い広告行ってましたね。行ってますね。はい、出会い広告ですね。やったね。ほら、外人、外人の名前いっぱい出てきてますね。イースラー、バルデス、ウィンタース出ましたか。クロマティとかね、クロマティは知ってる人多いでしょ。ベタレーは出てましたね、見事。はい、パンチョイとのズラがずれてるモノマネプリーズって言われてますけど、なんかもう、あれですね、はい、すごいモノマネになってきましたね。難しいな。なかなか難しいモノマネきましたね。コマシノのモノマネかもんとかありましたね。コマシノどっちですかね、これ兄弟に言いましたね。そうですね、や、私ヤクルトの方印象ありましたけどね。はい、バナザードとかね、はい、南海の選手ですね。南海から大英来ました、ね、ブーマー、ブーマーですね。ブーマーも何回いましたもんね。ブーマーウェルズですね。まあまあ、大体ファミスタやってたら外人に詳しくなりますから。あ、なりますね。はい、あの、初期ファミコンのファミスタやってる人はすごい詳しいですよね。そうですね。はい、ソフトバンクにいた黒人の方のカブレラ、あ、いましたね。カブレラっすね。あ、ラミですね。ラミちゃんやってるアニマルレッスンですね。なんかね、あの、ラミレス離婚したんですよね。そうなんですか。ね、お母さんぐらいの年の人と結婚してたのに、そこは離婚したらしい。義理の息子が、そうそう、友達なんですよね。そうそう、友達っていうね、はい、あれラミレスでしたっけ。あ、ラミちゃんですね。ラミちゃんです、ね、はい、うん、なんか離婚したっていうふうに奥さん言ってましたけど。そうなんよね。マートンとかね、ピノ、ピノピノ、ピノはピノはナムコスターズや、はい、ピノは足速いですけど、でも一番速いのはあのアウトになった時にあの戻る時が一番速いですからね。はい、左下にもめっちゃ速く走っていきますんで、そうそうそう、一番速い、最初にそれ走れてみんな突っ込みますからね。そうですね、はい、まあ、ロケスが前田が走れなくて怒ってるものがね、懐かしいですね。広島ですね、これね、広島ですね、前田、はい、前田選手がね、足悪くなってからでしたけど、確か打点がつかなくてロペス選手が怒ったってなりましたけどね。みんな詳しいですね。すごいな、詳しいですね。すごいですね。グラッテンとかね、あ、グラッテンですかね、これ、ね、なるほど、はい、僕どっちかというと初期 J リーグの方が話は詳しいですけどね。あ、松永茂達とか、そうですかね。はい、松永茂達、横浜 F マリノスですね。マリノスのね、守護神ですね。はい、はい、まあ、解説の長嶋さんがね、ちょうどエースでガンバ大阪の初期だとね。そうですね、長嶋明さんは。やっぱ磯貝なんかいましたけどね。磯貝、ガンバ大阪、はい、来ましたね。今プロゴルファーしてるらしいですけどね。めっちゃ変わってましたね、はい、顔が。そうなんですか、磯貝、はい、パンパンになってましたよ。そうそうそう、ほんまにパンパンだったね。大体でも野球からゴルフに転向した人ってめっちゃ太りますよね。あ、大概そうですね。サッカーとかね、はい、ジャンプ大崎さんとかの方そうですね、巨人いらっしゃいましたね。ね、まあ、私20代だからジェネレーションギャップがすごくありますって言われてますけどね。はい、僕もです。そうですよね、東さんもね、20代です。完全にあの、この工程の話になると東さんが置き去りになってます、ね。そうですね、おかしいですね。東さんも野球は見てらっしゃったんですか。僕ね、あんまなんか好きじゃな、見るの好きじゃなかったですね。ああ、そうですか。え、スポーツやったら何かやってたのあるんですか。もうでもね、大体遊びな感じで野球とかサッカーとかいろいろやってましたけど、なんかほんまに打ち込んだっていうのはないですね、なんか。あ、その、あの、
一つに打ち込んだっていうことは別になかった。そうですね、今の時期やったらサッカーとラグビーをやってますからね、高校の高校のね、サッカーやってましたけど、はい、昨日履正社やってましたけど ね、 ね、はい、高校ラグビーですね。でもスポーツは好きっすよ。ああ、見るのは全然 OK なんですね。そうですね、でも、まあ、いや、まあまあ、だから見に行ったり観戦するのは好きじゃないんですよ。ヤンゴが好き。そうです、そうです。体動かそうがいいというね。そうです、見てるよりとはね。そうなんですよ。いや、なんか外人の言ってますよ店長、あの、ね、シジマールとかトニーニョとかビスマルクは出てこないですか。ビスマルク出てきました。はい、ちゃんとビスマルク来ましたよ。アルシンドしか知らないですもんね。ジーコとアルシンドと、あと彼か、はい、彼か来ましたね。カシワレーソルですね。懐かしい、カシワレーソルとか 2,3 年目ぐらいですからね。そうですね、はい、はい、あ、ブーマーウェルソルね、あの野球と風混じってますけどね。混じってきましたか、ついに。ハッシュタイムくださいいただいてますね。また上乗せっす。おお、来ましたね。めっちゃ長いですね、それ広角が、ね、めっちゃ広角長いです ね、 ね、全然終われへんな思ってね。え、その前にはあんまりレアや来ないですけどね。そうですね、言うほど来ないですよね。どうかな、これ今店長がもしビンゴ開くとしたらどこがチャンスあるんですか。今のところは、ポセイドンゲートのあーじゃないか、今のところはもうないのかな。あシーマスターラッシュキングですね、はい、あの上の瀬特化の方で入れば。なるほど、はい、ピンクの可能性あります。 お再び、さあ、いやーリプレイですね、特殊リプレイ、リプ、さあ煽りをして、お、でも煽られていますね、これ。おお、あ、終わりましたね。あー、シュールですね。年末にあの久しぶりにお、あのプロ野球のチームプレー、コープレーやってましたけどね。やってましたね、はい、ミノモンダさんのね、あのベタな解説ですね。そうですね、あれ見てちょっと懐かしかったですけどね。あのやっぱりあのミノさんじゃないとできないっていうのもありますよ ね、 ね、もう最近全然そういうのなかったんでね、たまにはやってほしいですけどね。そうですね、まあ、なかなか他の、ね、局とかでも企画かぶってたりしましたから ね、 ね、やることなかったらあれ流したりしてね、はい。カルボスポンセとか懐かしいですね、ポンセね。ポンセ出ましたか、はい、JP さんこの辺世代ちゃいます。もうもろ世代ですね。ですね、私ちょっと後なんでこの辺はちょっと分からないんですけど。あ、分からないですか。そうですね、はい、僕もカットバス清原君見て知ってるぐらいですね私あの佐々木様に願いをよく見てましたけど、ね、ああと98年とか、ね、そうですね、あれはもう買ってましたね。なるほど、なるほど。4コマ漫画でしたっけ。そうですね、あれ面白かったですけど、あの月刊ベスターズかなんかでね、連載されてたやってましたね、はい。120ゲームですか。そうですね、120ゲームですね、はい、120ゲームといった形になってますね。残りは30ゲームという形になってますが、今と獲得枚数は、ね、若干追いついてない感じもしますけどね、はい。あ、ジム・パチョレックとジョン・シピンは懐かしいですね。シピンとパチョレックですね。パチョレックは多分森店長知ってる世代やと思います。そうですね、はい、ちょうど、はい、小学校やったんちゃいます、パトレックとオマリーの時は。そうですね、92年ですね、あれは確かね。そうですね、阪神が2位に大躍進した時の、はい、中学校の時ぐらいでディアとかでしたからね。ディア、いましたね、はい、あの練習で飛ばしすぎてディアネットっていうね、はい、練習場にこのネットが新しく作られたんですけど、ほうほう、本ちゃんに入ったら全然打たずに帰ってた。そうなんです、すぐ帰りましたよね、はい、もうすぐ帰りました、ボンボン丸で帰りましたね、はい。ミルコフロボックってね、これ K1 になりましたね。 K1 やし、今も今確かイノキギムのフェデレーションかなんかで今チャンピオンまだ張ってますよね。あ、そうなんですか、はい、この前年末かなんかにあの石井聡で柔道出身の人いたじゃないですか。あ、はいはい、今その人が挑戦して負けました。あ、そうなんですか、はい、普通にまだ勝ってます、はい、ミルコ。K1 も一時流行りましたもんね。いや本当に K1、はい、まあ一時期総合格闘技もねブームになりましたからね。年末になると必ずなんかやってたイメージありますけど ね、 やってましたね、確かに、はい。マイク・ベルナウとかね、懐かしいですけどね、はい、アーネスト・ホーストとか、アーネスト・ホースト、はい、その辺の時はよく見てましたけど ね、 ね、テレビよくやってましたもん ね、 やってましたもんね。アンディ・フグとかね、はい、かかと落としが見たいですね。格闘系って店長よく見られました。格闘系ですか、はい、僕別にそこまであれなんですけどね、はい、格闘系好きでもないんですけどね、まあ、あの K1 とか早いの頃は見てはった感じ。そうですね、アズマさんどうですか、その辺。全然興味なかったですね。あ、そうですか、はい、あ、じゃあ当時のあれとか全く見ずとか。ちょっとマンダ出ました。おっ、ちょっとマンダ、あ、10ゲームさあ最後のあれですね、後乗せ10ゲームで
ションで松中信彦の内閣打ちの真似よろしくって、ね、難しい。いやまあ、そういうああいう打ち方系のモノマネはホームランナミスさんにお願いしてください。はい、後でね、後でね、多分東さんも松井秀喜のモノマネやってくれるから。あ、そうですね、楽しみにしてます。店長恨みますよ、まあ、いや結構ね、自信持っていつもやってるんですけどね。自信持って、はい、自信持ってるわけじゃないですけどね。はい、まあ、僕もやってますけどね、一緒に。東さんですか、なんかショートリックみリックショートリックね、リックね、リックね、ロック的な、はい、リックね、リックっすね。お、全部回った、リックディアスね。おお、レバーチャンス、レバーチャンス、さあレバーだらけ。お、これはチャンス、チャンス、青のチャンス来たよ、それだけ。あ、なんか、あ、なんか今チャンスみたいな、チャンスっぽいようですね。お、来ました久々に。エロン来るんちゃうんすか。ジャッジ、これもしかしてビンゴ、ビンゴ、ビンゴ使いましたね。あ、成立した、これちょうど2時に。いやー、美味しい、美味しい、見事、はい、いやおめでとうございます、おめでとうございます。いやー、危ない、ね、JP さんも回避ですね、回避です。ちょっと待ってくださいね、待ってくださいね。あ、間違えた、あれ、はい、もう、あ、これ、これ、これえ、タイムオーバーちゃうんすか。いや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 、ここは見ていかないとダメなんじゃないですか。タイムオーバーちゃうんすか。いや、今2時になりました。今2時です。おかしいな。タイムオーバーちゃうんすかね。今2時でございます、助かった。いやいや、ドラマ待ってました、待ってましたね。クソメイクドラマ。9回裏のツーアウトってとこじゃないですか、ほら、ほんま。まあしゃあないから JP さんと仲良く罰ゲームするか。巻き込んでいくスタイルですね。そうですね、はい、はい、さあ、東さんのジャッジメントの様子まで見ましょうか。そうですね、そうですね、マジかよ、店長のお腹に顔を描いて腹踊り頼むわけ、コメントしますよね。それはないよ。さあスタート、スタート、ちなみにこれ7ゲームもしくは無限になります。おお、はい、ここで僕がジャッジメントを引いたら7、さあカットになりましたよ、高野、おお、ウィーウィー、それ、あ、それ、あ、それ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 、さあ、どうかな、この、ここあるじゃないですか、これは赤なんでチャンスアップです、はい、レインボーなら確定、あー、わーお、残念、わーお、東さん、ここで揃えれなかったら、東さんが罰ゲームするというのはどうでしょうか。いや、どんだけ細いんですか、もう巻き込んでいきたい、ね、巻き込んでいきたい、そうだな。カメラ引きましたね、今ね、はい、いやー、青か、青ですね、さあどうかな、あー、あーね、ラスト残り1、おー、あー、おー、おーすごい、見事乾杯じゃないですか、店長。誰が長渕剛やん。言うてれ、言うて、いやー、お見事でございます。はい、終わりましょうか。はい、というわけでちょうどね、シマサラッシュ入ったところで終わっちゃいますか、ね、まあ、しゃあないな、はい、ちょっとね、もう引くところやってんけど、はい、これぐらいにしといたのか。言い訳の余地なく、ね、ハードベンチャーアウトってこれはもう文句なしですね、文句なしですね、はい、ほんまに。また時間1分前に引くっていうのがすごい、なかなかの引きでございました。お疲れ様でございました。あざます。ちょっとね、新年東さんにちょっと花を持たせてあげないとね。なるほどね。で、はい、さすが。くっそ。負け惜しみですけどね。言葉とは裏腹に。そうですね。さあさあさあ。ジャビさん、じゃあどうする？私カメラやろうか。こちらの方ちょっと。いけます？ああ、そうですね。光量大きくしてもらって。はい、こういう形でよろしいですかね。はい、というわけでお疲れ様でございました。はい、お疲れ様でした。グレてますよ、完全にハード店長。やさぐれてます。やさぐれてますね。はい。ね、店長美味しいなーってね、コメントも。いやー、美味しい。本当美味しい。美味しくねえし。全然美味しくねえし。美味しくねえしってことでね。はい。はい、あ、店長、いつも昼間は事務所にいるのってコメント来てますけど。大体いますけどね。ああ、いてはるということでね、はい、ひょっとしたら、ね、この木貼ってシールかなんか欲しい方かもしれませんので、ね、そうですね、はい、ぜひその場合は声をかけていただいて、はい、といった形でございますね、はいはい、回転時は絶対朝一出てますけどね、はい、はい、ということで、
はい、あの見かけられたらぜひ声をかけていただければと思いますのでね、はい、よろしくお願いをいたします。はい、お願いします。はい、店長おいしいなということで、本日ですがシーマスター2、まず買った東さんから聞きましょうか。どうでした、はい、ちょっとね、なんか上乗せ特化が見せれなかったのがちょっと残念ですね。あ、確かにね、はい、ちょっと入る確率とかはまだ多分解析はそんなに詳しくは出てないと思うんですが、はいはいはい、なかなかちょっと入りづらいのかもしれませんけども、ね、ただ AT の確率は一応143分の1だったかな、ね、一番上の設定でね、結構まあそれはリアルに設定通り出たんじゃないかなとは思うんですけどね。うん、それは体感できたといった形に、ね、そうですね、もうちょっと上乗せ引きたかったところですね。そうですね、はい、はい、というわけでハード選手どうでした。そうですねまあちょっと有馬記念と一緒でちょっと僕の追い込みが遅かったかなと。あ、はい、ようやく先ほどね調子がでかかったところで。そうですね、あ、追い込みが残念だったなということと、はい、あとネットでシーマスターって検索しますと、はい、あのブランド時計のオメガのシーマスター。なるほど、わかるわかる、はい、分かる、皆さん気をつけてください。はい、はい、あの一つか多分二つ目ぐらいに多分あのオメガシーマスターってのが出てきますので ね、 そうですね、はい、シーマスター解析って入れていただかないとちゃんと出てこないませんので、はい、じゃビンゴ確認してもらったらいいんじゃないですか。じゃあというわけで、はい、そうですね、もしかしたら間違ってるかもしれないですからね。はい、というわけで、その2回目の方ですね、はいはい、こちらになりますけれども、はい、採点ミスがあるかな。東さんの方が、ポセイドンゲートビンゴですね、こちらと AT 当選、そして一番最後に引いたポセイドンゲートジャッジメントですね、はい、はい、これでワンビンゴといった形になっています。はい、不正はないですよ。はい、でハード選手固まっておりますが、ハード選手を引いたのは、ポセイドンゲートのテトラの方ですね、それとポセイドンゲートビンゴの方と、AT 当選ということで今のところゼロビンゴといった形で本日の対決に関しては東さんの勝利という形でございます。はい、まあ、そんなんしても何も変わんないですよ。よっ、東。太鼓持ち、太鼓持ち。よっ、東。そんなんしても何も変わんないです。はい、東さん、最高でした。似てる、似てる。東さん。クオリティが。だんだんクオリティ上がってきてるよね、これね。いやー、そんなんしても変わんないですね。そうですね。はい、まあ、負けは負けですんで。そうですね。というわけで、本日はこちらの方でございます。筆ペーンということで、正月らしくですね、はい、まあ、ね、羽根付き等々でよくあるパティーンでございますが、はい、パティーン、パティーン、はい、じゃあそうですね、東主任の方から何をかけましょうかね。何かけます。僕やりたいのは、ま、待ってる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 。何ですか、クワタマスイマリのほくろですか。チャンスよ、チャンスよ。いいですか。じゃあ変えたときにまたカメラ ねアップしてもらって。店長、店長こっち見てください。まだ見ちゃダメでしょ。そうそうそう、はいはいはい、まあ、あの今変えておりますんで ね、これはワンポイントでいいんですよね。まあ何でもいいですよ、あのもう買ったんでね、はい、東さん金牌って書けばって言われてますけどね。油性って油性じゃないです、油性じゃないです。店長は気候な軍に寝返ったんですかって言われてますけどね。両太ほぼほぼしさが我がエンデック軍らしいんでね。そうですね、だんだん間違えたかなって言われてますね。グラサン外してグラサン書いてとかね言われてますけど、それで朝朝で迎え2部で見せたらいいやんって言われてますけどね。じゃあ書いて、はい、お知らせしてもらって、はい、1回閉めてから、はい、お出しして、はい、競馬予想しますか。お披露目ですか。そうですね、はい、岩田って書こうって言ってますからね。いやいやいや、もうこれが油性やったら怒りますよ。油性ちゃんと落ちることを確認してますので大丈夫ですよ。はい、あと何書こう。デコに本名フルネーム可愛くね書いてあげてくださいね、はい、さあさあさあめっちゃ笑ってる、めっちゃ笑ってる。肉とかね、うん、ベタにね肉でもいいかも。さあどうだ。ちなみに今週お二人いる日はありますかって質問来てるんですが、明日以外だったらほぼ空いてはりますか。あるんじゃないですかね。なるほど、はい、まあ、その辺またね、スタッフさんに聞いていただいて、はい、そうですね、はい、東さん店長いますかっていうふうに聞いていただいたら、ね、シールもね、はい、できたということですのでね、はいはい、ぜひぜひ皆さん取りに来てくださいね。皆さんね、どんな感じになってんねやろ。いやちょっと楽しみですけどね。全くコンセプトはい、からしますけどね。はい、で、ちょっとまあ、あんまりかけすぎたら店長怒るんで。あ、なるほどね。じゃあ、はい、とりあえずそこで、後ろ向いたままでご挨拶して、そうですね、告知、ね、さっき告知だけじゃあ教えていただいて、はいはいはい。告知だけしていただきましょうか。そうですね。さん、告知を。はい。よろしくお願いします。456と、はい、営業しております。はい。で、7日ですね、天休日と、
なっておりますので、なるほど、はい、で、来たる8日、8日はいが新年初日と、はいいうことで、サラリーマン金太郎、はい、出世街道編、はい、こちらの方は15台というですね、うん、はい、大量導入されるという、そうですね、で、パチスロー、黄金、うん、コモンちゃま何コモンちゃま、はい、19日オープンということで、8台導入しております。はい、あ、楽しみすぎるということでね、しておりますというか、はい、します、します予定です。はい、はい、で、ゴスロに、パチスロー三国志を1台入れますんで、はい、ぜひとも8日と言わず4、5、6となるほど、はい、来店していただくようお願いいたします。はい、了解です。はい、じゃあ、 今カメラ下向けてますんで、これが上がったら最後店長の顔が見える形でバイバイしましょうか。あ、なるほどですね。ちょ、店長グラサン外しておいてほしいんですよね。あ、グラサンねじゃあ、じゃあね、あ、次回決まったのか、いいですか、なるほどこっち亀的なやつか。あー、ちょっとね、はい、あ、ね、コメントでね、次回機種決まってなかったら、あー、そうですね、久々に窓マギが見たいっていうコメントもしてますんで。本当ですか、金太郎じゃないんですかそう、来週ね、来てるんですよ。でも金太郎できますけど、はい、まあ、それよりもね、ちょっとまあその辺もお祝い決めてください。そうですね、じゃあ、ね、お祝い決めていきましょう。はい、というわけでね、最後のご挨拶といった形になってますんで、はい、じゃあアップから行きますか、店長の。行きましょうか、近く行った方がいいですか。いいですよ、大丈夫ですよ、こちらで。だんだん久しぶりだな久しぶりだなちゃんと横にねひどいほくろ2箇所と、そうですね、ちょっとね、以上後にこけてる影をつけてるんで、今日がこけてる感じを出しましたけどこれはひどいっていうはい、というわけで書いていただきました。はい、こちかめふだんだんですね。ねえ、はい、というわけでね、はい、これでお出迎えたらちょっと面白いですけど、朝の朝一これでお出迎えとかね、先ほどここに来ましたけど3度目ぐらいされますよ間違いないと思いますね。はい、というわけでね、本日もね、お送りしてきましたけどもね、はい、本日新マスター打ちましたけどね、また来週も、はい、皆さんこの放送見ていただければと思いますので、ね、はい、ぜひぜひどうぞよろしくお願いをいたします。はい、まあね、今日もたくさんあの視聴いただきまして本当にありがとうございます。ありがとうございます、はいはい、ありがとうございます。多数のご視聴いただきましてありがとうございました。またね、来週この放送で、土曜日の深夜12時と、はい、いった形でお会いをいたした、いたしたいと思いますので、よろしくお願いをいたします。お願いします。はい、というわけで本日は神戸中央スロット館からお送りしてきましたね、危なく噛みかけましたけどね危なかった、頑張って、頑張って、はい、頑張りますよ、はい、ね、ね誰か、はい、立て直せないな、立て直せない、立て直せなかったです、頑張って、はい、グダグダって話したんですよね、バフゲーム、グダグダじゃないですか、バフゲームちゃうんすか、バフゲームですね、バフゲームですね、ね、ギブ落書きですよ、はい、というお疲れ様でございました、ミッションビンゴストラックアウトといった形でございますと、また来週お会いいたしましょう、お疲れ様でした、お疲れ様でした、今年もよろしくお願いします、来週は東を完膚なきまでに立ち上げ潰す。ちょっと危なかった。危ない危ない。ちょっと感じたもんだ。みんな転生転生した転生。はい。キコーナ、Here we go now。キコーナ。
誰や誰やねん。ハードです。ハードですね。あのハード店長 のグラサンをかけた別の方がいらっしゃる感じですけどね。ね、字が見えないですねこれ。よう店長これで売ってますよ、ね、ほんま。そらペナルわ。グラさんですけれども、ね、いやほんまね、スイカ見づらいっすよ。ねえ、なんかもう曇ってますもんこれ。さあ東さんもね、にらめく、新聞とにらめっこっていう形になってますけど、うん、恒例の大スポですからね、はい、そうですね、一応ね、はい、今回中山と京都があるということで、はい、おこいつ、まあどうせあれやろな、どうせあれやろな、こいつ、どうせあれやろな、これしかない、俺はこれしかない。お、見つけましたよ。大体あれかな。まあ、大体あれかな。まあまあペルーサやろな。ペルーサ、なんでペルーサなの。あ、これね、あ、2つ大丈夫かな、これ見えるかな、見える、こっちの方がいい。ウェブカメでやってみる。一匹にかけるのが馬たんでしたっけ。こっちの方がいいんじゃない。無理、ぼやけんもんね。僕はいいっすよ。ちょっと待って、こっちの僕はいいっす。まあ自分卑怯やな。卑怯。僕は買ったんで。だから東くんは卑怯なんだよ。ほら、フェイスオブ東って書いてあるんですよ。わかりますかね。はい、キラシールですけど、はい、手に持ってるのはこれはなんかね、ガロっぽいですもんね。ガロっぽい感じになってますね。そうですね、フェイスオブガロなんでね。どうぞこれやろう。これハード店長あれじゃないですか、進撃の巨人意識してます、もしかして。そうですそうです、めっちゃ身軽なねえ、あのな、何装置でしたっけあれ。あ、これ進撃ですねこれね。そうそう、進撃の巨人、はい、ハード森なんとか装置忘れちゃったけど、ミカサ立体起動装置。あ、そう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 、はい、立体起動装置。エレン意識してますか。エレン店長が結構好きなんですよね。あ、そうなんですか。そうなんですよ。そうなんですよ、店長ね、あのゲーセン行って、UFO キャッチャーに、はい、ザラに6000ぐらいかけちゃうんで。そうですね。いや、僕全然しないんですけど、はいはい、僕らと言ったらね、進撃の巨人の、はい、ほんまあの原寸大ブレードっていうのがあって、はいはい、それ取んのにほんま5000ぐらい使って取れなかったっす。はい、ガチガチガチですやん。はい、もう正直なんか日本橋あたり行ってなんか売ってるの買えばよかったと思いましたね。確かにね、そっちの方が安つく場合もありますからね、実際取ってるとね、はいはい、確かにね。さあさあさあ、どうですかね、さっき予想でも金牌ね、岩田とかいろいろ言われてますけどね。いろいろ馬の名前もね出てきてましたけどね、うん、明日ね、あのウィンズとか行かれる方いらっしゃるんですかね。いや、やっぱりね、年の初めはっていうところもね、なるほどね、ございますんでね。いやー、今日でも僕これしかかけれないっすわ。あ、そうですか。はい、あ、そうなんですか。もうね、ちなみに JP さんはもう決まってるんですよね。はい、もう決まりました。来てすぐに、準備をしてる間にいろいろと書きましたんで、はい、これしか決めれないって言いながら馬タンって書いてますからね。馬タン一点勝負。早く書けよ早く。いや、もうこれしかないっすわ、僕。早くかけよう。それ馬タンじゃねえよ、単勝だよ、単なる。あ、そうなんですか。僕よくわかんないんですよ、それ。単勝ですね。単勝って書いてないんですか、じゃあ。単勝、短い勝って書くのやろ、どうせ。勝、単は合ってるんですか。単は合ってる。勝は、あれですね、神戸もちょっと下の色が強くなってきます。やっぱりゲスパー神戸になってきますよね、ゲスパー神戸でいいんじゃないですか。馬タンってどういう意味ですか。馬タン言うたら、はい、1着、2着、頭が着ずになってるんですよ。そうそう、逆になったら上がって。はい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 。さあどうですかね。一応一番人気とかはどうなんですか。いや、人気分かれそうな気がしますけどもね。まあ、でも確か前売りでは岩田が一番人気だったんちゃいますかね。そうですね、はい、岩田ジョッキーなんで、そう、フルーキーですね。7番、4枠7番のフルーキー。いや、店長岩田買いそうですね。そうなんですよ、それを言われるからまたあれなんですよね。なるほど。これハンデも56キロなんで手頃といえば手頃なんですけどね。あ、いつもディスってるけど、実はハード店長を信じて買ってますよとか言ってらっしゃいますよ。いや、僕を外した方が今のところいいと言われてますんで。そうですね。なんかね、過去データみたいなやりたいですけどね、店長の。もうちょっと全部押さえといた方がいいかもしれないですね。ちなみに先週のやつちゃんと私残してますんで。あ、なるほど、ね、はい、これ仮想でね、 何円っていうのを決めてやってたら面白いかもしれないね。ね、シミュレーションやります。仮想ホール的なやつですか。そうですね、はい、じゃあこれ金額もかける金も、じゃあ、マックスで3000円にしましょう。なるほど、マックス3000円。じゃあ伝説の店長という題名でやってもらいますか。そうですね、はい、ゲスパワー神戸のね、はい、はい、ハード店長ですんで、
じゃあ僕もちょっと金額を書いておこう。 JP おじさんのガチ予想まだかなってね。もうガチ予想完璧、カチカチにやってますんで、はい、カチカチって言うと、はい、あれやけどね、あのカチカチやぞ。そこまで安くはないと思うけど、もし当たったら次回のオープニングで顔に金杯的中って書いて出演してって。いいですねそれね。一点台の点って点でいいんですかね。ダディマイマイはツイッターじゃん。あ、それですね。いいですよね。はい。なんかいっぱい増えてる。目が離れすぎてめっちゃ怖いですけど。あ、目離れてました。ね、めっちゃ怖い。なかなか自分でね、描くのは難しいっす、はい。めっちゃ怖いっすよ。まぶたに描くのは難しいですね。そうですね。ちょっとあのホラーやんけ。ですけどね、くっそ。ちょっと一瞬なんかのテリー伊藤さんに見えましたね。テリー伊藤。テリー伊藤さんにちょっと見えま、目離れてるだけじゃないですか。一瞬見えましたけどね。さあ、さあ、さあ、行きましたよ。このレースがどっちですか。京都。京都と中山がありますね。あ、なるほど、ね、はい。中山。中山はいいや。まあ、分からんかったらもうね、数字を書いてもらっても。でも、はい、京都書きましたよ。お、京都書いた。はい。あずまさんで。あ、じゃあ東さんから行きましょうか、僕。はい、妖怪がおるって言われてますけど、ね、間違いないね。これいいですか。妖怪ウォッチ流行ってますからね。行きますよ。はい、はい、こちらですね。お、東予想。はい。あ、単勝ですか。ちょっとやっぱりこいつしかいないと。単勝、東シャトロね、はい、あ、これね、もう JP さんも言ってたんですよ。まんまなんですよ。絶対顔やろうなって思って、はい、名前でやろうって言ってますけど。名前以外何があるんすか。ねえ、単勝16、東シャトロ。何があるんすか、ほんま。騎手誰でしたっけ、東シャトロ。東シャトロは僕です。僕です。バルジューですね。ダリオバルジューですね。はい、バルジュー。なるほど、あの外国人騎手、はい、なるほど、単勝3000、1点買い。おー、勝負しますね。もうドブに捨てたようなもんです。いや、でもこれ多分10倍以上はつくと思うんで。マジですか。入ったらね、すごいじゃないですか。じゃあ次、はい、店長ですね。私も行きました。お、はい、京都。私はいつも通り馬タンですね、はい、お、なるほど。はい、馬タン。はい、全部あれですね、5番を2着流しにしております。おお、はい、シェルビー、竹豊。なるほど、竹豊の2着付け。はい、で7番のフルーキーで、8番のグランデッツァ、はい、で16番のアズマシャトル。あれあれあれありがとうございます。なるほど、行っちゃいましたね。あえて2着にするっていう何かあるんですか。アズマいるじゃん。竹豊は2着って信じてるんですよ。なるほどね。差し込んできて2着さっと奪っていく形。そうなんですよ。東シャトル単勝 4.4 って言われてますね。いや、そんな僕見た時はあれでしたけどね。ヤフーでって言われてますけどね。わらわらって前売りですごい売れたんやね。売れたんですかね。さすが東。東ね、名前背負ってるだけありますね。じゃあ、ね、京都金牌の方から僕よろしいですか。あ、じゃあね、中山もあるのか。中山もありますよ。じゃあその間ね、予想してもらって、はい、じゃあ JP さん解説、解説っていうか、はい、はい、競馬ビートね、はい、お声かかるかもしれないんで。競馬ビート、はい、競馬ビートね、はい、よろしいですかね。僕も呼んでほしいな、はい、そうですね。はい、じゃあ私の方 の、 あの京都金牌の方の予想なんですが、はい、まあ、京都の、まあ、このね、まあ阪神から京都に場所変わりますんで。なるほど。まあ馬場としてはもううちが完全有利という形になりまして、外枠非常に厳しいんですね、はい、過去の傾向から見ましても、はい、で、まあ、うちの方が完全にいいんかと、前に行った馬だけがいいんかというと、はい、はたまたそうじゃなくて、どちらかというとこう最後のね、あの 600m が速いっていう馬の方が圧倒的有利なんです。なるほど。ということはうちで足を貯めれる馬ということで、ほうほう、厳選しました。ドン、はい、いや、ヨウさん書いてる。またこちらです。はい、京都11ですね。京都金牌、1枠1番のエキストラエンドです。はい、はい、まあ、あの京都のマイルといえば本当にあのディープインパクト産駒非常に得意ですんで、ほう、これがうちを救ってで、まあ、あのうちで足を貯めて最後うちをついてくれるというふうに僕は信じてますんで、はい、その展開になったら面白いんじゃないかなと思います。なるほど、はい、買いすぎって言ってますけどね。そして、2着の2着であの対抗ですけど、ウインフルブルームですね。ほう、あの池添ジョッキー乗ってるんですけど、池添ジョッキーもこの京都ではそういう乗り方が非常にうまいジョッキーなんで、な、僕はその、はい、先行してもちゃんと足を貯めれる競馬を期待したいところですね。ほうほう。で、まあ、ターナですけれども、シェルビーという形になって、はい、まあ、竹豊がジョッキーですから、まあ、そつなくは乗るでしょうけどもね。ガチだこの人って言ってますけど、はい、ガチですね。ため殺しだけはちょっとしてほしくないところなんですけどね。まあ、ちょっと差し馬多いんで、はい、前残りもちょっと気になるところではあるんですが、まあ、人気どころですんでね、はい、このグランデッツァとフルーキーといったところは、ほう、抑えました。はい、で、まあ、一応、乗ってるジョッキーがね、
バルジュジョッキーということもありますんで、アズマシャトルはちゃんと抑えましたね。一番下にアズマ、はい、アズマシャトルは白サイズ3番手で抑えました。アズマ人気すげー、深夜とは違うなって言われてますそうですね、ちょっと、はい、というわけで、ね、私の場合ちょっとウマレンって横に書いたんですが、これ3連複でいきたいと思います、はい、なるほど。3連複の一等軸ですね、はい、1枠1番のエキストラエンドを軸に、ウィンフルブルーム、シェルビー、グランデッツァ、フルーキー、アズマシャトルの5点に流して各300円ですといった形で、ちょっと明日は勝負かけてみるかなというガチやけど取り損じゃないかと言ってますけど、どうですかね。ちょっと人気がね、まあ、取って損になる可能性もある、まあ、10倍以下の可能性も否定はできないんですが、ほうほう、まあ、エキストラエンドがそこまでは多分人気しないと思うんですよね。ほうほうほう、多分あのド人気にはならないとは思いますんで、なるほど、はい、まあ、4、5番人気で突っ込んできてくれたら嬉しいかなというところですね。あとはまあ人気どころのまあグランデッツァだったりとか、あの重いハンデ背負ってる馬がちょっと飛んでくれたら個人的には嬉しい。なるほど、いやガチですけどもね、まあこんだけ出て選手当たらなかったんですけどね。いや選手に関してちょっと言い訳させてよ。あ、出た、JP の言い訳タイム。あの有馬記念に関しては、はい、あのちょっとね森店長ともね、あの車に話してたんですけど、はい、まさか上がりのね最後の 600m が、はい、34秒8とかああいう競馬になると僕は全然予想してなかったんですよ、はい。これ早かったってことですか。あの一番だから最初が緩くて最後だけピュッて走った馬が買っちゃったっていうレースなんだから、あのうちの方からあのトゥザワールドであったりとか、はい、あの辺が突っ込んできちゃったんで、はい、言い訳は許さない、はい、終わった言い訳はいい。もうちょっとね、積極的にね、はい、外枠の馬が仕掛けてほしかったなというのが僕の個人的な感想なんですけどね、はい。勝ち予想を外して言い訳と言いますけど、まあね、はい、まあ、これもね競馬のこう楽しみと言いますかね、はいはいはい、まあ、僕はあの馬券を買ったことに関しては後悔はしてませんのでね。なるほど、はい、一切わかりました。後悔してますけど ね、まあ、ね後悔してるんや、ね、後悔します。あ、なるほどなるほど、はい、まあね、これは当たらないけど予想しちゃいたくなる TV ですので、はい、はい、2部はね、そうなんです、まあ、みんなで楽しくね予想しちゃおうじゃないかっていうね、はい、まあまあ、ね、ガチな人もいますけども、はい、まあみんなね気楽に気楽に考えてくださいね。そうですね、そういうのは専門家に任せたらいいんですよ。そうなんですよ、そうなんですよ。というわけで、はい、中山、僕も中山40に生まれん3000円適当に考えました。おお、ロゴタイプ、あ、これ一番人気ちゃいます。ロゴタイプね、フランモントなんか人気薄じゃないですか。これちょっと人気薄ですね。ちょっと人気薄ですよね、これね、はい、まあまあ、3000円機種で買うハードと呼ばれてますんでね。なるほど、ここは戸崎啓太に。あ、戸崎啓太、去年のリーディングジョッキーですね。そうですね、はい、若手ですけども期待しましょう。なるほど、はい、ロゴタイプクランモンタなんてことね、生まれ3000円、3000円か、ね、はい、3000ですね、はい、もう中山の予想はしてないのね、東シャトルは。そうです、はい、なるほど。じゃああとは京都であれですね、マイマイの姉子が。あ、じゃあもうジェピさん、あのパッて出しといてもらっていいですか。まず、はい、私の方でいいですか。はい、マイマイの方からいこうか。あ、どちらも。じゃあもう私もあの見ただけでパッて決めたんで、じゃあ、はい、そんなに。マイマイの予想こちらになります。京都ですね、はい、京都。もう多分今回ガチガチだと思いますよ。あ、っていうかエキストラエンド、はい、1位、ほうほうほう、はい、福永ですね、はい、5シェルビー、竹豊、7、はい、フルーキー、綿で18、ミッキーラブソング、小牧ですね。ミッキーラブソングね、ちょっとね、もね僕も小牧太子は気になってたんです、はい、そうですね、ちょっとあのディープ3区でしたっけ、はい、ディープっていうか、ちょっとね、親の決闘っていうか、ちょっと見て、はいはい、気になったやつだけ名前入れさせてもらいましたね。そして前々予想の中山の方こちらですね、はい、そうですね、はい、中山はラブリーテン、おラブリーテン、はい、で2位ロゴタイプ、はい、デムロ、10位クラモンタナ戸崎、クラモンタナ来ましたね、はい、ここも戸崎消えたで、そうですね、はい、17がパッションダンス、内田、あ、内田、最近ね、内田ちょっとで全然勝ってないんでね、最近ね、ちょっと落ち着いてますけれどもね、はい、はい、まあ、これディープやったかな、なんかさっき見たらクラモンタナがディープインパクトさんですね。そうですね、はい、あのまあディープ私好きだったんでね、はい、その辺もちょっと入れたいなと思って、はい、まあ、3連複ボックスということで、はい、はい、まあこんな感じですね、はい、はい、硬いとこで来たって言われましたけどね。何気にね、先週買った、はい、ね、何ですか、ジェンティルドンナ、はい、もうディープですからね。そうですね、はい、ね、ジェンティー大好きなんでね、私、はい、というわけで、まあ、いいですか、私、はい、じゃあ、またガチ来ましたけど、はい、まだガチ予想来ましたけど、せーの、ドン、はい、こちらになります。なるほどですね、さっきあんだけ喋ってたけど、まだ中山はやってなかった。中山やってなかったね、はい、中山あれ、京都だけなんでね、はい、はい、お付き合いください。こちらも内枠を有利とちょっと組みました。で、1番のマイネルミラーのですね、柴田大志ジョッキーですけど、55キロということで前走よりかは1つ1キロ減った形になりますね。まずそれが1つと、あとは前走にハイペースの逃げ打ってそのまま逃げ切っちゃってるんですよね。なるほど。中山の方でも確か4勝で6連敗ぐらいしてるんで相当相性がいいと思います。なるほど。この馬が粘り込んだら結構面白いかなと思うんで、はい、はい、そこをそうしました、はい、であと2番手にラブリーデー、
はあ、とデイスウルトが3番手ですかね、まあ、ロゴタイプとか多分人気すると思うんですけど、もうかなり人気でしょうね、ハンデが多分きついと思います。そうですね、僕も8キロ背負ってますんで、はい、結構き、まあ、中山得意なんですが僕は気になるところですね、評価落としたらそこです。インが多いなって言ってますけどね、はい、であとは、ラブイズブーシェ、ちょっと外枠ですけどね、はいはい、だ 57.5 背負ってはどうかなというところもあってちょっと評価下げます。これこのまま有馬記念出てきたら僕本命しようと思ってたんですけどね。なるほどね、ラブイズブーシェは、ほうほう、はい、でまあ、実力馬でもあります、まあ、中山ナイトまでを圏内で一応マイネルフロスト、マイネルフロスト書いてますけどここはなしで、なるほどね、はい、白三角3番手までで、まあ、馬券買ってみようかなと思います。なるほど、はい、で JP さん A 型と言われてますよ。いやいや僕全くの O 型です。O 型、はい、全くの O 型です。なるほどね、はい、で先ほどと馬券の買い方全く一緒ですね。3連服の、はい、3連服で1等軸300円ずつ 1番、はい、1番軸に、2番3番4番5番と14番なるほど抑えるという形、これも、まあ、人気どころさえ来なければだいぶとついて面白い馬券にはなるかなというふうに思います。まあね、これはレース始まったらねもうあとは言い訳できませんが、はい、今が一番楽しいんでね、はい、第一騎手は多分思い切った騎乗をやってくれると思うんで僕は一番すごい期待してます、はい、そうですね、はい、視聴者は負けたら JP さんのせいにできるからこれはいい番組ねって言われてますけどねまあね、はい、皆さんでね、こう楽しく予想していただけたらと思いますけど、はいはい、予想する分には非常に楽しいんでね、はい、発想してしまったらもう1分ちょっとで終わりますからね。そうですね、はい、それまでがね、楽しみなんですけども。ちなみにこれ、馬券買いに行けるんですか明日。買いに行こうと思えば行けますね。おお、そうですね、まあ、はい、ウィンズとか。そうですね、なるほど、はい、先週ね、競馬場行かれたっていうふうに。そうなんですよ、もう指定席売り切れてまして。あ、そりゃそうでしょうね、はい、年末ですからね。金牌も多分7時ぐらいに並ばんとね。いや、すごいですよ。厳しいですからね。しかもね、朝一行くとお祝いのお酒、はいはい、いただけまして、はい、京都競馬行くとね。なるほどね、はい、配ったりしてはりますけどね。私去年は金牌なんか当たっちゃったんですよね。だから金牌はちょっと前々初めて買って初めて当たったらしいです。そうです、すごいですね、はい、馬券あんまり買ったことなかったんですけど、はい、金牌初めて買って去年中山やったかな当たったんで、はい、ちょっとね当たってほしいなと思いますけど。なるほど、なるほど、はい、ぜひ皆さんね参考の一つにしていただければ、はい、もう当たらないけど予想しちゃいたくなるっていう意味ということで、はい、じゃあ来週の結果をお楽しみに。そうですね、アズマ信じて単勝1万買うから負けたら勘弁してください、勘弁してください勘弁してください。アズマシャトルしましたね。アズマシャトル、いや、ちょ2人でちょうど話してたんですよ、ちょうどね、はい、準備する前の時に、ね、絶対これ名前ついてるからアズマ買うって。あ、まあ、買うでしょうね。僕もだって新聞見ながらとりあえず名前全部チェックしていこうと思って、うん、最後の方にあ、もうこれしかないわと思いましたもん確かに、しかもそこそこ人気してるってことですね。なるほど、はい、まあ、期待していただいてね、はい、まあ、皆さんもね、買われた方はどうやったかなって感じで教えていただけたらと思いますので、はい、そうですね、よろしくお願いします。今年1年を占うっていうのはたくさんありますから、はい、数値であったりとか、おみくじであったりとか、はい、たくさんございますけど、まあね、こういう競馬っていうのも一つね、そうですね、運の、まあ、見せ所というかね、はい、そうですね。でも名前は大事だよと言われてますんでね。そうですよ、名前大事ですよね。本当に大事ですわ、あれは、はい、うん、東2番人気やぞ、中途半端って言ってます、ね、でもそれだけ人気してるっていうな、あれをいいそうですね、いいと思いますよ、ねえ、はい、じゃあぜひ皆さんもね、結果予想していただいて、そうですね、楽しい競馬ライト当たったよとかね、惜しかったよっていうふうにコメントいただけたらと思いますのでね、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします、はい、来週は一応、うちの松浦が、はい、神戸中央来る予定になってますので、はい、なるほどですね、はい、ぜひよろしくお願いします。ぜひいじってあげてください。はい、もう何してたんやっていうふうにコメントでね、いただいて、はい、浮気すんなって言っていただきたいと思いますんでね私ちなみに来週は日本にはいませんので。そうなんだ、ついに出ていくんですか。はい、出ていきます、はい、例の、はい、順番に行くやつ、研修旅行ですね。どうでしたっけ。私イタリアに行ってまいりました。いいなー、ええー、とこじゃないですか。そうですよ、ちょっとええとこじゃないですか。そうですよ、くじ引き3回引いてもらって3回ともヨーロッパやったんですよ。はい、はい、でも弾丸ツアーですんで現地1日半なんですよ。うわあ、ね、だいぶきついあれですね、はい、そうなんですよ、はい、まあ生きて帰ってこようかなっていうのが目標なんで。そうですね、はい、頑張って帰ってきますので、はいはい、その間ね、キコーダチャンネル皆さんぜひ盛り上げていただいてと思いますので、はい、よろしくお願いします。はい、じゃあこんな感じで今日はよろしいですかね。はい、はい、じゃあ明日の競馬皆さんね、楽しみに、はい、見ていただけたらと思いますので、ありがとうございました。遅くまで、はい、本日はこんな感じで終わります。それではさよなら、はい、ありがとうございました。良いパッションライフを。はい、 OK です。